はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は梶本次郎の城のある町にてという作品で読書会をやっていきます。よろしくお願いいたします。サポートメンバーを募集してます。登録していただけますと、限定コンテンツ、アーカイブスなどご覧になれますんで、よければご登録ください。メルマガ登録していただけますと、読書会にご参加いただけます。あと週1回程度ですね、限定コンテンツを配信しております。よかったら登録してください。あとノートでコンテンツの販売したりコラムを書いたりしてます。コラムは2日に1遍ぐらい発表してます。今日も書いたんでよかったらお時間あれば読んでみてください。あ、およさん、さくらさん、こんばんは。コインありがとうございます。あ、モーリーさん、こんにちは。では、早速、作品の中身を紹介していきたいと思います。ウィキペディアに詳しく書いてありまして、まあ、梶本次郎さん、作品が少ないんですけども、31歳で亡くなられてんで、結構研究がですね、進んでおりまして、ウィキペディアになかなか読み応えがあるんですね。あ、トットさんも、コインありがとうございます。ちょっとそちらを読み上げていきたいと思います。これ、1925年の同人誌青空に掲載された、作品です。まあ、梶本次郎の中では、一番長い作品ですね。みたいです。あらすじを紹介していきます。幼くして亡くなった妹の死から、五七日も過ぎぬ夏の盛り。五七日っていうのは、中陰法要ってやつですね。四十九日の前に、七日を五回迎えると、七日を五回迎えると35ですよね。五七日っていうそうです。いつなのかっていうのか。あれ？いつ？五七日？いつなのかって言うんですかね。ということです。まあ、追善法要を行う日ですね。ということです。ちょっと待ってくださいね。妹の死からまだ五七日も過ぎぬ夏の盛り。この城下町。城下町はこれは松坂。三重の松坂。らしいです。松坂城跡ですね。城下町にやってきた高志は静かな気持ちで妹の死を考えていた。この町は高志の姉夫婦が住んでいる土地で、近くには城跡松坂城跡があった。その城跡に登った石垣のベンチから一望できる風景は、妹を失った実感を強く刻むと同時に、その苦しみを徐々に癒し、都会生活に病んだ、これ運だか、運だ高志の心を経験で新鮮、高志の心に経験で新鮮な考えを与えた。悲しいまでに晴れた空のもと、イラカを並べた町並みの中で人々は暮らしていた。伊勢湾の海のパノラマを眺め、定石の子たちで文法の練習をしていくようにしているように泣く大志ゼミ、昆虫と戯れる子供ら、夜になると活気づく青年たち、秋が近づく自然の移り変わりを感じながら、高志はそれらを眺めた。ある晩、定石の夜、散歩から帰った高志は、姉、夫婦に手品見物に誘われ、妹の娘勝子、奇形の妹信子の5人で芝居小屋に出かけた。インド人の披露する悪ふざけの笑いの下品な余興や三流手品に高志は不愉快になった。つまらぬ手品を見ながら、高志は今し方の定石のことを思い出した。それは夜景の遠くかすかに見えた、星クラゲのような花火の美しさと、たまたま隣にいた少年たちの会話だった。花火を見て花輪と一人が聞くと、誰かがフローラと答えた。高志はそのフラワーとは言わなかった。子供とパノラマがどんな手品師にもかなわない素晴らしい手品だったと思った。ある日、腎臓を悪くして姉が寝込んだ。その時、高志は義兄から
北室郡に住んでいた頃に勝子が近くの川 で溺れそうになった話を聞かされた。それは姉の留守中義兄の祖母70過ぎが勝子を連れて茶碗を洗いに川に茶碗を洗いに行った時だった。義兄は心臓かっけで伏せっていたが呼び声で異変に気づき川に流される勝子を危機一髪で助けた。それ以来孫の嫁にすまない気持ちを抱いた 義祖母はボケ始め、ずっとヨシアン、ヨシアンっていうのから姉ですね、にすまんと言い続け1年後に死んだという。そんな話を聞いた高志はカスコのお守りをしようとして、そんな目にあった義祖母の運命が何か残酷なものに感じられた。ある曇った日、高志は部屋の窓の原っぱの方を眺めていると、遊んでいる子供たちの中に男子に倒されるカスコを見つけた。子供たちは何か荒い遊びをしているようで、一人の男子が順番に並ぶ女子を次々と引っ張って倒していた。日頃勝ち気な勝子は他の女児よりも余計にその男児から手荒に意地悪されているようだった。たかしは自分が見ていることを男児に気づかせるために注視していたが、勝子が平気な顔で耐えているのか、わざと手荒にしてもらいたいのかわからなかった。その晩の夕食の後、勝子は指に刺さったトゲのため激しく泣いて姉を手こずらせた。たかしにはその泣き声が昼間の痩せ我慢を爆発させている悲しいものに感じられた。たかしはある日、城の崖の陰にある大きな井戸から汲んだ水で洗濯をする若い女たちを見ていた。その様子はとても健康的で幸福な眺めであった。その平明で単純な世界から、たかしは国定教科書にあった昭和の詩や明るい子供の丸顔の挿絵を思い出し、憧憬を感じた。そんな食ってしまいたくなるような風景への愛着や、新しい生活への想像で眠れない夜が時々訪れると、昼間の高志はその疲労と興奮で熱い頬を楓の木の肌に押し付けて冷やしたい衝動に駆られたり、散文詩をはがきに書いたりした。8月の終わり、信子が学校の寄宿舎に帰ることになった。荷物を氷に詰めて近所で借りた乳母車で、翌朝停車場まで勝子も連れて義母が手伝って持っていくらしかった。高志は今夜のうちに切符を買って先に荷物を送ってしまえばいいと助言し、自分が持っていこうと申し出たが、信子と義母は遠慮した。高志は義母と娘と姪の3人が連れ合って、乳母車で荷物を引いて停車場に向かう夏の朝の風景を思い浮かべ、それを美しいと感じた。もしかしたら彼女たちはお互いにそんな出発の朝をの楽しさを持っているのではないかと空想した高志は清らかな気持ちになった。その夜、眠れない高志は、雨の音や虫の声に、耳を澄ませた。雨戸を開けて敷居の上に座った高志は雨で足を冷やした。雨の中、信子が着ていた浴衣が物干し竿にかかったままだった。信子がいつも着ていた浴衣を見ていると、彼女の体つきが浮かんできた。高志はまだ自分の頬が熱いのを感じ、再び夕立ちが来るのを待っていた。ということです。では、早速感想文を紹介していきたいと思います。あ、パサイさんもこんばんは。あ、ちっとせやめさんもこんばんは。こちら、ありがとうございます。ではですね、紹介していきますね。トップバッターはメルマガ読者エバタさん。花はフローラ。引用はじめ。加藤田道芸に一人で腹を立てていた先ほどの自分がちょっと滑稽だったと彼は思った。手品と花。言い終わり。謎のインド人コメディマジシャンのショーにイラついた高志が先ほど見た花火がまだ上がっているだろうかと思い、心が軽くなる場面が印象に残りました。私は普段、極力自分から進んでテレビ番組やインターネットの作られた商品としてのまた広告のついたニュースやそのコメントを見聞きしないように心がけていますが、時々それらに触れてしまうと嫌な気分になってしまい、気持ちがすぐに切り替えられない時もあります。そんな時に花はフローラ、素敵な子供やパノラマの手品などにを心に持っていたいなぁと思いました。無造作に下げたカバンに種が詰まっていて、手品のようにひねた僕を笑わせるよう。桜井和俊作詞、ミスター・チルドレン、口笛より以上。終わり。ありがとうございました。これ6つの章に分かれてまして、手品と花のっていうのがありまして、手品を見に行くんですね。その前に花火が上がってて、今もまあね、
コロナで花火が余ってんだが、たまに8時ごろ土日に上がってることが私の住んでる地域でもしょっちゅうありますけれども、その花火を見に行って、まあ、帰ったら、手品を見に行くチケットを取ってあったんですね。みんないつ帰ってくるんだと待ってたと。近所の人まで心配してたと。で、帰ってきたってことで、じゃあ出かけようって話になって、手品を見に行ったんですよ。そしたら、まず、席に、タバコ本を持ってきてくれた、灰皿を持ってきたばあさんがいまして、なかなか立ち去らないんですね。これは灰皿を持ってきたからチップをくれってことで、いつまでもじっと待ってんですよ。これもちょっと、ムカッときたんですね。いや、嫌な感じだなと思ったんですよね。で、義理のお兄さんがなかなか、まあ、お金を渡すのに気づかないんでね。ずっと待ってて。まあ、自分の方は気づいてるんですけど、なんか、もみ消して、待ってたぞ。で、そしたら、頭にターバンを巻いた、サーベルを持ったタイガージェットシーンがやってきて、って話じゃないか。まあ、なんかインド人がね、現れたんですね。で、よくわかんない言葉を言って、で、あれですよ。まあ、手品をやる相手を客席から一人連れてきたんですね。まあ、これはどうなんですかね。打ち合わせがあって仕込みなのか、本当に客を上げてやったのか、わからないんですけど、ぬくみず陽一さんみたいな人が選ばれてですね、気の弱い感じの人が選ばれて、で、握手しようと手を出すと引っ込められるっていう、素人いじりをやられて、それが毒々しいものであったので、みんな笑ってんだけど、だんだん腹が立ってきたと。この男は子供や妻がいるのに馬鹿にされてる感じがして、子供が女房がいるのじゃないか、たまらないと高橋は思ったと。で、悪ふさだけが、ますます、性が悪くなって、見物人がその度に笑うもんだから、なんか、だんだん不愉快になってきたんですね、見てね。で、手品の内容も、まあ、あんまりそんな大したもんではなかったと。で、そのうちふと、先ほどの花火を思い出して、先ほどの花火はまだ上がってるだろうかと。で、さっきの花はフローラ。フラワーと言わずフローラっていう、神様がいいんですね。なんかギリシア神話のね。そうやって言った子供とか、その時の光景の方が、どんな手品師にもかなわないような立派な手品だったような気がしたら、だんだん心が晴れてきたと。さらにこの不愉快な場面を非人情に見るってことをすると、反対に面白く見えてきたと。そしたら、まあ、これで引用していただいた過当な同業に一人で腹を立てていた先ほどの自分がちょっと滑稽だったと彼は思ったと。そしてやっと済んで幕が降りたらですね、ああ面白かったとちょっと嘘のような取ってつけたような言葉で勝子が言ってみんなで笑ったっていうんですね。これがオチになってるんですけども。ということでした。私もまあこれ読んでね、まあ、よく細かく書いてあるんだと、こういうことはよくあるなっていうか、まあ、あんまりよくわかんねえ、なんだ、お祭りの出し物みたいな。まあ、なんだろう。よくわかんないお笑い芸人、見たことないお笑い芸人がね、なんかのイベントで漫才やってて、客いじるをやって滑りまくってんのとか見ると同じ気持ちになると思いますけども。それに腹が立ったっていうことですね。まあ、二つあるんですね、これ。フローラっていう言葉を思い出して、手品みたいなと思うのと、まあ、カスコが、ああ、面白かったって取ってつけたように言ったっていうのが、家族で、笑いを呼んだっていうことですね。この二つがね、この、まあ、この、ちょっとしたエピソードトークのオチになってるわけですね。ということでした。素敵な子供やパノラマなどの手品を心に持っていたいなと思いましたということで書いていただきました。ありがとうございました。ナナさんこんばんは。リリックさんも声ありがとうございます。では続きまして、メルマガ読者八王子ヒゲダルマさん、梶井元次郎美しい引用は不可能だ。引用はじめ、
近代とは個々の人間の尊厳を認めた時代、すなわち個人主義、自由主義の時代でもある。しかし、日本の近代化は、欧米の影響による外発的なもので、かつ政府の指導による創生的なものであった。促成的なものであった。文明開化、富国強兵のモットーは、機械的物質的方面に向けられ、近代的思想の基盤をなすべき国民の自我の覚醒は遅れた。京都書房、新帝国語総覧236ページ、引用あり。松陽、これ坪内松陽ですね。松陽の小説神髄、明治18年。双葉亭指名の小説総論、明治19年は近代小説理論の先駆となった。福沢諭吉、西天音らが先駆的提唱なした原文一致運動は、明治20年頃、山田美妙、双葉亭らによって実作が試みられたが確立されたのは、明治30年代半ば以降である。明治20年から30年頃は、字の文では文語体、会話は口語体の画族折衷体による小説が尾崎紅葉らによって書かれた。明治39年に藤村、破壊、漱石、坊ちゃんが発表される。私はこれらを読んだが、未だ時代劇的な垢抜けしていないものを筋立てに、文体にも感じた。明治41年に至り、藤村の春、漱石三四郎が発表された。両者とも日本におけるキリスト者を登場させ、西洋近代の構造に肉薄した堂々の近代小説に脱皮し、文章も洗練された感がある。以降、日本近代文学が加速度的に進歩し、梶井がレモンを発表した明治14年にはすでに芥川、谷崎、志賀先生らが登場し、文壇は全盛時代に入ろうとしていた。私は中央公論社版日本文学全集の底に含まれているすべての作家の作品を一つ二つずつ読んでみた。日本近代文学を概観して、梶井の城のある町の文章は完璧であり、引用するとしたらすべてを引用するしかないほどのものである。引用はじめ、我が物に感ずるは世間の主情が感ずるごときにあらず、物を通じて心に徹せざれば自ら休むことも知らず、形をうがちて心に入らざれば自ら甘んずるところかたし。柴崎藤村春、58章。引用あり。未だ原文一致ならぬ近代文学の黎明期に、藤村の盟友たる青木、括弧北村東国が自身を白状した言葉である。梶井も、東国もあまりに彼らは物の奥を見ようとした。梶井はしっかり見て捕まえなければみんな亡くなってしまうのではないかと恐れた。終わり。ありがとうございました。まあ、日本で原文一致運動っていうのはあったんですね、これね。まあ最初にの近代小説、原文一致小説は双葉亭指名が作ったっていうことになってます。まあ双葉亭指名がどこから作った、ロシア文学の翻訳から作ったっていうことなのか。なりますね。で、まあ文語からその口語に直していくということですね。で、みんな翻訳から入ってったんですよ。今の日本語っていうのは、できてったんですね。で、最初に原文一致をやった人たちはみんな悲しい死を迎えてるっていうかね、なんで、気の毒な人たちが多いんですよ。北村東国とか、もそうか。ということですね。なんだっけ、私。まあ、なんで原文一致運動、まあ文学運動が盛んになったかっていうと、自由民権運動っていうのがあったんですよ。明治10年ぐらいから。まあ没落士族が自由民権運動だって形で、デモクラシーに看板替えしてですね、運動しだしたんですけども、まあそれも、まあ大体うまくいかなくてですね、それから文学が盛んになってきたんですね。政治的挫折が、その前は政治小説っていうのがたくさんあったらしいんですよ。なんか、政治小説って今のどういうやつなんだよ、ちょっとわかんないんですけども。その後ね、そういう挫折を経てから、個人の内面を書くみたいな文学運動ですね。まあ、ドストエフスキーとかもそうじゃないですか。最初政治運動してたわけですよ、その、政治サークルに入って。で、捕まって4年ぐらい、無所に入れられてね、今度やる、
死の家の記録っていう本にその時の体験が雑居房で4年生活した過酷なシベリア生活が書かれてる面白い小説があるんですけどももう読み始めてる、島崎藤村か。ごめんなさい。藤村って言ってた。島崎藤村。よく間違えちゃうんですよ。すいません。なんだっけ。まあ、死の家の記録ってあるんですね。だから、まあ、みんな青春度してて挫折して大体文学やり始めるっていうか。まあ、フランス文学もそうですね。フランス革命が終わった後にロマン主義が出てくるんで。本当に青春度やってる頃は、悠長にその説なんか人間書かないですからね。大体そういうのは一通り終わったらレ・ミゼラブルとか書き出すみたいなね。頭の中で革命運動を続けるみたいな、ロマン主義が出てくるんですけども。ってことになってるんですよ、文学史上はね。日本の場合はその自由民権運動が廃れてから、まあ自由民権運動ってほとんど暴力革命みたいなんで、そこら中で放棄してなんか官権と戦ってるわけですよ。秩父事件とかなんとか事件とか。まあ、信州でもたくさんあった飯田事件とかなんかいろいろ確かあったらしいんですけども。県庁燃やしたりね、中野騒動とかなんかいろいろあるんですけども。確か、ちょっと、いい加減なこと喋っちゃいけないな。自由民権運動。まあ、不衛士族の反乱だったのか。いつ頃鎮火してったんだ。まあ、明治20年代で大体終わってくるのか。で、なんで結局終わったかっていうと、まあ、あれですよ。国会を開設するって言ったからですね。憲法は、大日本帝国憲法を発布すると。国会開設の直後とか出て。まあ、自分たちであれですよね。本当は、憲法制定議会を作りたかったのかな。まあ、上からの、その、先手を打たれてしまったってことですよ。まあ、そんなことがあって、まあ、そっから文学運動ですよ。だから、明治20年ですね。10年代は自由民権運動だったけど、明治20年代に言文一致で今度はなんか言論活動を持って世の中を動かしていくと。そういうところで、その、言文一致じゃないとほら、読まれないじゃないですか、みんなにね。文語だと読まれる人限られちゃうんで。まあ、中国もそうですね。毛沢東の時代にその、言文一致運動っていうか、最初の言文一致運動はあれですけどね、魯迅でしょ。魯迅の故郷とかね、亜久聖伝とか、あれは高校で書かれてるんですね。高校っていうか、一般言文、中国における言文一致運動みたいなもんですよね。で、日本の場合は、明治20年代にそういうことをやり始めて、っていうことになってます。で、そういう流れがあってですよ、島崎藤村とか漱石はどんどん文章変わってますよね。漱石なんか草枕みたいななんか、まあ森外もそうですよ。義語文中の舞姫とか読みづらいじゃないですか。教科書に載ってましたけども。だけどまあそのうちだんだん読みやすいやつ書き始めますよね。で、漱石もあんなまあ三四郎とかまあそれからとか門とかね、だんだん読みやすくなってくると。いうことです。で、まあ、漱石とか外ってのはまあみんな一生懸命言文一致運動やった後ぐらいにちょうど出てきて大化になっていったんですけども、その前にまあよく知らないあんまり有名じゃない人たちが一生懸命やって、なんかあんまりパッとせず亡くなってるケースが多いんですけども、ということです。あとあれか、尾崎紅葉とかね、幸田露伴とか、なんかああいう文徒弟制度で文学書いてた人たちですね。高野聖、泉鏡花とかね。ああいう人たちが出て、で、その後に一気にもう言文一致で当たり前に書き始めるみたいな、芥川とかね。谷崎とか志賀とか、まあ、太宰とかまで行くとなんかもう本当砕けた日本語みたいになってきちゃってますけども。まあ、ブライ派とかになるとね。そういう流れがあるんですよ。知ってました？学校で習うかもしんないけど、だいたい主要作品を読むとその流れが、まあ、わかるようになるんで、その高校とかで国語便談で習うのは作品も読んでないのに年表に起こったことだけ詰め込まれるんで全然面白くないんですけども、一つずつ読むと確かにそうだなと、原文一致になってきてんなみたいな
感じになるんじゃないですかね。この前話した荒らぎ派ですね。まあ、正岡式やったその、短歌とか俳句の改革運動もありますけど、あれも、まあ、写生文っていうのはありますね。見たまま書けってやつですよね。今まではその、古典の、なんかその決まった言葉遣いがあって、なんかそれで作ってたんですけども、そういうのやめて見たもん書こうみたいなことをやり始めたんですよ。だからまあ日本語を作ってったんですよね。ということですよ。まあ今日本語を作ってる人たちって何なんですかね。ヒップホップの歌詞とかなんですかね。新しい日本語。まあリリックとかフローとか作ってるってのは、新しい日本語を作ろうとしてる運動としてみればね、ヒップホップは、まあ実験的だとは思うけど、まあもう文学の方はね、完全に廃れてますからね。芥川賞とかね、2回やってますけど、まあみんな読まないですよね。で、あそこから新しい日本語が出てくる。まあ、村上春樹さん新しい日本語を作りましたよね。その海外、アメリカ文学の翻訳帳の文体っていうのをね。だからまあ本当はちゃんとしたプロの作家っていうのは自分の文体を持ってるはずなんですけども、まあ今そこまで影響力のある人があんまり出てこないし、まあ、なんだろうな。今の現代文化っていうのはもう世俗化が著しく衰退してますからね。創作する力もないんでしょうね。何見ても2番煎じ、3番煎じ。ルーズソックスが流行り始めたっていう話をね、聞いてね、もう文化を作る力がないんだと思いましたね、この国にはね。80年代、90年代焼き直して、劣化コピーで生きていくっていう、もう悲しい国になってしまって、あれ、若者が悪いんじゃないんだと思うんですよ。なんか全般的にもうそういうもん作れない、なんかなっちゃったんですよ。均質化して、なんかそんな感じになっちゃうじゃないですか。で、売れる人はいきなり海外で売れちゃうから、ってことなんじゃないですかね。なんでそんなことをいちいち説明、まあでもそうだと思いますよ、大体。ちょっと話が横ずれたんですけども、で、やっぱりこの、梶井元次郎っていうのは新しい、まあ、芥川の影響を受けてるんでしょうけども、まあ、史上溢れる新しい文章、なんかよく観察して、書いてる文章だなと思います。私、全然、若字にしたし、あんまり大した作家じゃねえんじゃねえかなと思ってて、読書会でこれ3作目なんですけど、読んでみて、あ、これはすごいいい作家だなと思いました。文章がね。まあ、書いてる内容も結構哲学的なところがあるし。まあ、マイナーな作家ってわけでもない。もっと、積極的に褒めたたえ、もう褒めたたえられてんでしょうけども。なんか青臭い青春文学だと思ったら、意外とそうでもねえなと思いました。だんだん読むたびに好きになってくるなと思いました。まあ、八王子ヒゲだるまさん最近ほぼ、島崎藤村の作品を読破したそうで、メールでいただいたんですけども。いや、それもすげえなと思いましたけども。私もちくまがスケッチ読んですごい感動したんですけども。まず舞台になった小物までカメラ回して行ったぐらいですから、いいなと思ったんですけども。全部読んでいくうちに、やっぱ文学史に興味があってね、島崎藤村の作品が多いですから、自分でこう、近代文学史の巨頭っていうか山脈になってますけどね。まあもちろんその漱石とか森鴎外もなってんですけども、島崎藤村はやっぱなんかちょっとあたおかた部分があるんでね、漱石とか、森鴎外みたいな常識人じゃないんで、やべえやつだと思うんで、モデル問題とかたくさんね、勝手に友達のこととか書いて揉めてんですよね、結構ね。まあ、あと自分のメイと関係があったとかね、いろいろちょっと、やべえ人なんで、やべえ人って言い方ねえか、ちょっと規格外のとこなんで、まあ、あとクリスチャンだしね。まあ、それを読んで、その文学史的なものに、見えてきたってことですね、ご自分の中でね。その中に、やっぱ梶井元次郎位置づけると、文章は完璧で引用するとしたら全部引用するしかないってことに気づいたっていうことをおっしゃっていただいてるんだと思います。で、物の奥を見ようとしたっていうかね。
まあ、なかなかちょっと他の人が表現できないようなことを書いてるなと思いますね。ということでした。じゃあありがとうございました。八王子ヒゲだるまさん。ほよさん、樋口一葉とか読めまへん。一回やったんですけどね。なんだっけ、樋口一葉の乱れ髪じゃねえや。緑っていうのが出てくるやつ。竹クラブか。いや、すごいいい小説なんですけどね。まあ、本当は他の作品も やりたいんですけど、文豪帳の作品にやるともうみんなちょっとギブアップって感じになっちゃうんで、ちょっと やらないですけど。アニメも、めちゃくちゃリメイクが多いですね。うん。私最近頭借りに行った時に、なんかブルータスかなんか、置かれて、ブルータスじゃねえかな。あ、なんかほら、あんじゃないですか。今、ブルータス、だからあれじゃないですか。村上春樹特集かなんか、今月売ってんですよね。ドラえもん特集あったんですよ。藤子 F 不二雄特集が組まれてて、生原稿がいっぱい掲載されてるなんか、雑誌を見たんですよ。なんかいろいろな作風の書いてますね。大人向けの SF とかも書いてて、すごい陰気な、文学っぽい、青年漫画っぽいやつ。あ、こんなのも書いてたんだ。なんかロリコン科学アニメだけじゃないんだと思ってね。びっくりしましたね。そのいろいろやってた部分はあんまり知られてないんで。みんなほらドラえもんとかね、パーマンとか、オバキューとか、エスパーマミみたいなね。チンプイとか。ああいうのしか知らないんです。子供は知らないけども。子供ってか私が子供の頃見た、キテレツ大百科とかね。いや、あんなんじゃないね。なんかすげえ、うつ展開 SF、青年漫画みたいなのいっぱい書いてて。そんなの書いてたんだと思って。いろいろ作風の中においていろいろ苦労してドラえもん一本に絞っていったのか、なんかそんな感じになっていったんですかね。そんなこと思いましたね。ということでした。じゃあ、ありがとうございました。八王子ひげだるまさん。あ、そっか、その前に話とかね、この話はあれですね。この死んだ妹っていうのは、八重子っていう妹が20歳下の母の違う妹ですね。いるんですね。父親がビリヤード場を経営してまして、そこの従業員と子供ができて産んでしまったっていうことがあって、梶本次郎が大学生の頃に子供ができたってことを知らされてショックを受けたんですね。子供って自分の妹ですよね。一応腹違いの妹が。で、それは結核性脳膜炎というのにかかって3歳で亡くなっちゃったということでございます。まあ、だからその妹の死っていうのは実際にあったことですね。ということでした。じゃあありがとうございました。藤子漫画はあまり詳しくないですが、やばいのがあるらしいですね。やばいですね。まあ、手塚治虫の陰気な漫画もいっぱいあるじゃないですか。手塚治虫の陰気な漫画のパクリみたいな漫画いっぱい書いてて、やっぱ手塚治虫の影響力ってすごいんだなと、思いますね。なんていうか結構陰気なこと書いてんじゃないですか。なんでなんですかね、あれね。陰気な暴力漫画みたいなの。まあ、わからんでもないんですけども。陰気なエロ暴力漫画みたいなのね。なんか、書いてましたよ。私が面白かったのね。まあ、紹介させたんですよ。ある日、サラリーマンが神になるって話でね。で、神様なんですよ。で、自分がアダムとイブを作るわけですよね。アダムとイブに裏切られて、逃げられるって話を書いたって、書いたって言ってて、どこに需要がある話だいたい普通のサラリーマンが何かを望んで何かを大きく失うみたいな、多いじゃないですか。笑うセールスマンみたいな。あれは藤子 A 藤尾子先生の本の書いてるやつですけども、なんかいっぱい笑うセールスマン今 YouTube で見れますよね。アップロードされてるから。だんだん、なんか、
サラリーマンが何かを望んで力を手に入れてね、因果応報に、まあドラえもんだってそうなんですけどね、のび太がドラえもんの道具で調子に乗りすぎて痛い目に遭うっていうのは子供の世界において書かれてるんですけども、その大人バージョンが結構陰気な展開が多いんですよ。人格が破綻していくみたいな、なんでそういうの書くのかな、なんかその社会風刺をしないと作家性がねえだろっていうことに対する脅迫観念があるんですかね。そんなような気がしますよ。藤子 F の漫画のやばいのは異色短編集のことでしょうね。ミノタウルスの皿とかやばいですよ。あ、なんか紹介されてましたその雑誌で。異色短編集ってあるんですね。まあちょっと探して読もうとは思わない読もうとは思わないんですけど、あ、こんなのも書いてたんだっていう驚きがちょっとありましたね。浦沢直樹氏は手塚先生が大体漫画でできることは全部やってるって言ってました。ああ、そうだと思いますね。もしかしたら。じゃあ、八王子冷えだるまさんありがとうございました。じゃあ続きましてメルマガ読者さくらさん。城のある町にいて感想文。短い作品だけど少し難しく感じました。2回ぐらいだとそんなに理解できないのかもしれないと思いました。妹が亡くなってしまった悲しみや作者の体調が優れないということもあるかもしれないけど、読んでいて重たい感じがしました。これはちょっとお手上げ状態なのですが、意味は分かるような分からないような感じですが、いいなと思うところがあったので引用します。引用始め。私はお前にこんなものをやろうと思う。一つはゼリーだ。ちょっとした人の足音にさえいくつもの波紋が起こり、風が吹いてくるとさざ波を立てる。色は海の青色で、ご覧その中をいくつも魚が泳いでいる。もう一つは窓掛けだ。織物ではあるが、秋草が茂っている草むらになっている。またそこには見えないが色づきかけた銀杏の木がその上に生えている気持ち。風が来ると草が騒ぐ。そしてご覧、シャクトリムシが枝を張っている。この二つをお前にあげる。まだ出来上がらないから待っているがいい。そしてつまらない時にはふっと思い出してみるがいい。きっと愉快になるから。昼と夜に終わり。幻想的で意味はよくわからないけれど、なんだか素敵でいいなと思いました。終わり。ありがとうございました。このいいなの名がカタカナ、これをもって最近おじさん構文と呼ばれネット上でディスられてました昭和軽薄隊みたいな、なんとかで R をアルファベットの R に代用するという嵐山幸三郎先生がやってたそれはどうでもいいんですけど、なんで急にカタカナの名を使ったのかちょっと意外だったんで、ちょっといじりましたすいませんありがとうございました。なんか三分詞がね、急に三分詞っていうのはなんですよ。三分詞っていうのは何なんですかね。まあなんだろう、フランスのなんかボードレールって詩人がいるんですけど、こんなようなのパリの憂鬱とかそういうの書いてるんですよ。こんなようななんかそのなんか役中のタワゴトみたいなの文章みたいなね。はがきにこんなことを書いて送ったってことですね。これが面白かったということでした。まあもう一つね、自分で腕牧場みたいな腕牧場って昔松本人志さんの一人ごっつって番組あってね、車でタバコ吸ってる時かっこいい吸い方かっこいい吸い方だっけ、なんか腕牧場ってなった、腕に牧場作る、柔道着持ってくってやつがあったんですけどね、それはどうでもいいんですけども、うん、牧場を作って両手で柵を作ってですね、それが牧場のつもりで、牛や馬が見えるって言って、
そういう牧場ごっこをやったとかね。こういう幻想的なことをやってたんですね。まあそれはなんかちょっと病気ながらですね、熱っぽくなってね、なんかちょっと変な気分がしてきて、そういうことを考えちゃうっていう、自分が妖術を使えそうになる気持ちになると。はがきにいたずら書きするのもそういう、なんか熱に浮かされてそういういたずら心が起こるっていうことですね。なんかまあ気の毒な感じもするんですけども、まあ意味がわかるかは、本人の中ではそういうイメージがある、書いてるんでしょうね、ということだと思います。あ、いいなと思っていただいたということですね。あんまり字の文からリアリズムからシュールリアリズムみたいなの言っちゃうとね、読者が置いてきぼりになっちゃうんでね、あれなんですけど、まあ全般的にはでもリアリズムで書いてるんですけどね、これね、と思います。じゃあさくらさん、ありがとうございました。いいじゃねえかよ。ちょっとカタカナが入るんですね。おじさん公文は読んでて楽しいです。なんか AKB の、元 AKB の人がやったラーメン屋に、なんか嫌がらせしたっていうラーメン評論家の文章がおじさん公文だって言って叩かれてたんですよ。私もちょっと読んだんですけども、ちょっと、まあ、よくわかんなかった。もう、読んでてその、コンテクストがよくわかんねえっていうか、もう読んでて辛い悪文だったんで、そっと字しましたけども。まあ、全般的になんかこう、おじさんの悪ふざけみたいな文章。嵐山幸三郎先生はおじさんの悪ふざけで書いてるわけじゃないんですけどね。なんか、おじさんの悪ふざけみたいなのはありますよね、世の中にね。そんなことも思いました。引用のハガキの部分は難しいですね。まあ、中島ラモさんもね、こういうようなこと書きますけどね。なんか薬物でトリップしてる時に思いついたことだけ書いてる時ありますけど。まあちょっと読書会では扱わないと思いますけど。ミノタウルスの皿。昔読んだ気がするけど内容は忘れた。あ、全般的にポエムみたいなんですけれども、全然鼻につかないですよね。梶井元次郎先生の作品ですよね。藤子 F 先生の SF はちょっと鼻につきますよ、やっぱり。ちょっと手塚治虫っぽいなって思って、なんか、なんかのパクリっぽいなって思っちゃうんですけどね。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ続きまして。メルマガ読者トトさん。城のある町にて梶井元次郎感想文。温かい身内に包まれて。梶井作品は3作目となり、いつもながら情景が目の前に浮かぶようで、繊細な表現、また抱えた悲しみと切なさが優しく伝わってきてとても良い作品だった。身内の思いやりや温かさに少しずつほぐれていく心、徐々に変化していく高志。身内の一人一人は彼の心をわずかでも明るくさせた大切な存在であり、特に姉や義兄の善良さはとても心地よく残った。姉の家の近所の子の泣き声を聞いて、死んだ妹だと生きていた頃の自分の気持ちに戻り、泣かせんなんぞしてそんな気持ちにさせた。その経験が失ったことを身近で見てきたことよりも強く実感させたのだ。可愛い盛りで失った悲しみやその可愛さを知っている高志が一番深いのだと思った。私もかなり前に亡くなった父の後ろ姿にそっくりな人を見つけたとき、今はもういないということを強く実感させられた似たような体験をした。大河のように流れ出る女中等の瞬きに涙したり、わざと花火の上がる方を向いて少年たちに教え、それに気づく少年たちを見て心の中で喜んだり、そんな高志の優しさが作中でたびたび感じられ、作家自身の優しさなのだと31歳で亡くなった彼自身の運命の儚さを思った。
姉、勝子、信子、義母、義祖母という女性たちが女性になれない高志の今の環境を丸く包み込んでいったように感じた。高志の手の中に入ってきたり、もっとぎゅっとしてほしい勝子の可愛さ。高志は勝子に妹を重ね、気づかぬうちに心が軽くなっていく、そんなシーンが何とも良かった。勝子の遊びを窓から眺める。勝ち気な勝子を見抜くところが父の眼差しのようで、身内だなぁと感じてしまった。北室で心臓かっけで寝ていたにもかかわらず、勝子を助けようと川に飛び込んだ義兄。高志の病気の時も参拝しに行ってくれたり、姉の病気の時は、四里も自転車で氷を買いに行き、結局溶かしてしまうこの善良な義兄がとても生き生きしていて、頼もしく正しい心の持ち主に見えて好きだった。実在した作者の義兄であれば、どうしてもこの愛すべき人物を描きたかったのだろうと思わせる。彼の存在が作品を面白くしていた。少しわがままな姉には、できた義兄と義舞、信子が脇を固めて円満である。この姉が高志をこの町に呼んだ思いも見逃せない。引用はじめ、それらは何かその頃の象形の対象でもあった。単純なで平明で健康な世界、今その世界が彼の目の前にある。思いもかけず、こんな田舎の緑樹の陰に、その世界はもっと新鮮な形を備えて存在している。51ページ。食ってしまいたくなるような風景に対する愛着。52ページ。引用あり。その新鮮な世界の前で、その想像と興奮にまた彼は披露してしまう。しかし、その田舎の土地に見つけた風景は、彼の心を次のステージに確実に連れていったと感じた。記事から平和の生まれつきの信子が学校の寄宿舎へ帰っていく。高志は物干しにかかったままの信子の普段の浴衣に信子の体つきを彷彿させた。高志は間違いなく彼女に恋していた。終わり。ありがとうございました。女性陣がたくさん出てきまして、その女性陣たちとのやりとりが、彼を中心としたやりとりが、温かい身内に包まれてということで書いていただいたんだと思います。私もそう思いました。いくつか印象的なシーンがあるんですけども、一つは、勝子の話ですね。勝子のエピソード。違うとも、わらびます。わらびとは違いますって言うつもりで、なんか言い間違いをして、みんなにバカにされて無気になると。で、ちょっと勝ち気なんですね。友達の男の子に突き飛ばされるって遊びをずっと昼間やってて、それで、けなげってわけじゃない、勝ち気に耐えてたんですけども、夜帰ってきたら急に泣き出したと。ご飯食べて。前に醤油が染みて時計が刺さって痛いって言って、で勝子がその勝手に注文して強くしてもらってんじゃないかと、そんなことがふっと思えた。いつか高志が抱きすくめてやった時、もっとギュッとと何度も抱きすくめさせた。その時のことを思い出せたんだった。そういえばそれもいかにも勝子のしそうなことだった。高志は窓を離れて部屋の中へ入った。勝子の心の変化っつうか、その女の子はいくらちっちゃくても女の子っていうか、そのまだこれ言うとジェンダーだって言われちゃうと怒られるな。女性っぽい心の動きってありますよね。私はそのよく言うんですけど、そのショートケーキ投げる問題っていうのはあるんですけど、これで全部説明していいのかわかんないですけど、村上春樹さんの小説ノルウェーの森に緑って女の子が出てくるんですけども、ショートケーキをその彼氏に買いに行かせるわけですよ。で、買いに行かせた途端もう食べたくないって言うっていう、そういうわがままを許してほしいっていうことを言う、そういうわがままを許してくれることを理解してもらえないと困るっていう話をするシーンがあって、私はショートケーキ投げる問題っていうコンテンツを作ったんですけど、昔もう限定コンテンツしてるのが、もっとギュッとしてくれと言いながら、男の子にな、倒されてって我慢してるみたいなね。で、家に帰ってきたらまた泣き出すみたいな。
そういう何の心の動きだっていうのは、なんかあるわけですよ、それ。私もうまく説明できないんですけども。自我を通すことで自由を確認するみたいなね。それを理解しといてほしいと。買ってきたショートケーキが食べるか食べないかは私の気持ち次第だと。気が変わっても怒んないでくれってことですね。と思いますよ。で、勝つ子って名前だけに勝ちっ気なわけですよ。わがままなところがあって、日中はみんなと、なんで我慢したかっていうと、そのわがままにおいて煙たがられてるからですね、他の友達にね。だけどそこで自分から折れてはいけないと思ってわがままのまま付き合ってるから、嫌がらせされても怒るわけにいかないっていう心持ちが子供なりにあるんでしょう。だから、乱暴な遊びでね、叩きつけられても、じっとこの、地面を見ながら耐えてるんですね。で、そういう自我を通すところ、地面とにらめっこしてるんですよ。婉曲的な意地悪に耐えてるんですよ。だけど、家に帰った途端、昼間耐えてた、ひょっとしてあの時の痩せ我慢を破裂させてるのかもしれない、そんなことを思って聞いてると、その火のつくような鳴き声が何か悲しいもののように、隆に思えてきたって書いてあるんですけども、日中自分の自我を押し通して意地悪に耐えた分のストレスが、夜、家族の優しさの中で暴発して、急にわがままなことを言い出して、トゲがいてとか言って、ファンは泣くってことですね。こういう心のメカニズムを見たわけですよね。身内じゃないと分かんない心のメカニズムなんでしょうけども。ということだと思います。これはカツコの遊びを窓から眺める勝ち気なカツコを見抜くところが父の眼差しのようで身内だなと感じてしまったってことですね。ここを書いていただきました。もう一つは北室っていうど田舎で、ひいおばあさんが川に茶碗を洗いに行ったんですけど、結構流れが速いドブみたいなのに流されていっちゃったんですよ、勝子がね。で、義兄はその時心臓かっけで寝てたんですね。それなんか変な音がすんで見に行ったら、ばあさんがあわあわ言って指さしてると、もう喋れなくなっちゃってるんですよ。だからどんどんカスコが流されてってるから、具合悪いのよくわからず川に飛び込んで、なんとか助けたんですね。で、助けたら、カスコはもう気絶してたんですね。気絶して何が起こったか気づいてなくて、急に助け出したら踊り出したっていう、ちょっとシュールな話が書いてありますね。全然気失ってたからわかんなかったんです。自分が溺れてるってこともね。川に落ちてから記憶がなかったんですね。そしたらそのおばあさんが今度そのことにショックを受けて、そのまま日に日にボケて1年後に亡くなってしまったと。で、しきりにそのヨシアンというか、カツコのお母さんにすまんすまんって言ってて、ボケちゃったと。そういう話があって。家族の話はこういう話あるかもしれないですよね。おじいさんが孫連れて行ったら事故に遭ったとかね。なんかそういうこと、現代でもありますよね、そういうことね。そういうこと思い出してしまいましたけども。この義理のお兄さんも愛すべき人で、ちょっとのんびりしてね、タバコ本出してくれるのにチップを渡すの、わかんなかったり。自分の奥さんがね、具合悪くなったら氷を買いに行ったら、なんかそのタイヤに氷が当たってて、ほとんど溶けちゃったとか、そういうことが書いてあったと。この善良なお兄さんも、あとその、たかしのことを思ってこの町にね、呼んできたお姉さんも、あとその義理のお兄さんの妹ですね、信子が、のんびりして、記事が平和であると。そういうところも、その妹の悲しみを癒すのに、一役買ったってことですね。だと思います。
そのことを書いていただきました。で、まあその中にさらにはそのこの城のある町の風景がパノラマのように広がる風景が何かその憧れの対象、平明で健康な世界っていうのを自分の前に展開させていくと、それがなんか自分の神経を高ぶらせるってことが書いてあります。あともう一つ、これが一番良かったのは、信子が寄宿舎に帰る日に荷物を先に鉄道に送ってきゃいいじゃねえかって言ったら、まあ、乳母車で朝運んでくっていう、その、お母さんと、娘と姪がそういうふうに言うわけですね。そんな面倒なことしなくてもいいのにみんなで歩いてくって言うんですね。そしたらよくよく考えたら、お互いが心の中でそうした出発の楽しさを当てにしてるんじゃなかろうかと。何か3人で手つないで、馬車をしながら、その、お姉さんに惹かれて、姪も歩きたいわけです、朝ね。そういう中、むずまじい時間を、糸まごいの時間を楽しみたいから、馬車を借りてきたんだってことが分かって、で、彼は心が清く現れるのを感じたってことですね。まあ、身内だけで、のなんかまあ無駄ではあるけど、大切な時間があるんだってことに気づいたってことですね。で、そして、あとは最後に、夜中に雨が降ってて、眠れないんで外見たら物干しにかかってた、信子の浴衣がまだあったんですね。信子の浴衣が物干し棚にかかったまま雨の中にあった。つつそての普段着ていた浴衣で彼の一番目に慣れた着物だった。そのせいか見てると不思議なくらい信子の体つきが彷彿とした。夕立はまた雨の方へ、町の方へ行ってしまった。遠くでその音がしてるっていうね。これが最後のシーンに なってきますね。まあ、淡い恋心を抱いてたんでしょうね。ということを書いていただきました。まあ、ところどころ家族愛みたいなのはね、丹念なエピソードで拾ってあるってことですね。そのことを書いていただいたんだと思います。ありがとうございました。トトさん。コメントを拾います。あ、青野さん、アンジーさん、コイン、ありがとうございます。高熱の時見る夢なのかもしれません。ああ、そうですね。高熱の時、悪酔いした時見る夢。悪酔いした時見る夢はもっと、藤子 F 藤尾見てた。ミノタウルスの皿みたいな話でしょ。高熱の時、うなされて、ちょっとハイになった時見る夢か。バンドオブザナイト、バンドオブザナイトですね。ハギの引用みたいなシーンが10箇所ぐらいあるんですけど、ガダラの豚も希望します。ガダラの豚はちょっと長島ラモシはやらないですね。まあ昔一回やったことあるんですけど、今夜すべてのバーでっていうのね。ちょっとあんまりいろいろ読んでみたけど、ちょっとまとまった作品がないんで、ちょっとやんないと思います。トトさんありがとうございました。ショートケーキ投げる問題すごく気になります。わがままでありたいっていう、そのあるんじゃないですか。まあ、村上春樹氏が書いてて、あ、なるほどなって思ったとこですよ。私はショートケーキ投げられたらぶん殴りますけど。嘘つけって。投げ返すんだよ。これでも食えてって顔に押し当ててね。すぐ別れるでしょ。今度は法廷だって話になっちゃう。そんなことはしないですけども、私はモンブランが欲しいってモンブラン夜中に買いに行くかもしれないけど、しないな、絶対。しないから独身なんだよ。徹底しねえぞ。そんな器のある人間じゃない。君子は器ならずっていう論語の言葉を見つけたんで、もうそうだと思ってますけど。ということでした。もちろん冗談ですよ。あれですか、ガダラの豚ですか。ガダラの豚3巻ぐらいあるんですね、あれ。長いんですよね、ちょっとね。
ワンソーブを紹介する前に、ウィキペディアに記述がありました。不愉快な場面に非人情を見る、そうすると反対に面白く見えてくる、その気持ちになりかけてきた、という心構えを習慣づけていることについて、文芸評論家のカスクラ先生という人が、これは草枕、夏目漱石の草枕の中の己の感じそのものを己が前に据え付けて、その感じから一歩引いて幽体に落ち着いて、他人らしくこれを検査する余地さえ作ればいいのであるという意識の転換からの影響ではないかと考察していると。出ますね。小説家の安部明さん。城のある町にいてで、梶井が表現した今、空は悲しいまでに晴れていたという文章について、今日ではこういう類の表現法は珍しくなく誰もが簡単に書くだろうが、その巷に溢れている類似の文章にはもはや、梶井が起求した精神が見失われ、通俗化した習字のワンパターンだけが普及したものになったと考察しているって書いてありますね。今空は悲しいまでに晴れていたで始まるナロー系文章、ナロー系小説、あるでしょうね。異世界転生ものだって、今は悲しいほど晴れていたって、まあ書き始めるでしょうね、おそらくね。いやでもこの小説の中にあると、まあまあやっぱこの滑ってないっていうかね、ああなるほどってそうなんだろうなって、説得力がね、やっぱ説得力がね、全般的にほら表現が自分のものになっていれば説得力があるわけですよ。今日昼間私ブルーザーブロディのあのプロレス見てたんですけど、 YouTube で休憩中、ブルーザーブロディの技には説得力がありますよ。プロレスは下手ですけども。スタンハンセンのラリアットにも、スタンハンセンってあんまり技の数多くないんですけど、一個一個に説得力があるんで、見てられるんですけども、説得力がないと痛そうにも見えないし、聞いてるようにも見えないってことですよね。で、文章もやっぱりそうでね、やっぱ説得力のある流れの中に入れていかないと、今空は悲しいほど晴れていたっていきなり1行目から書いて2行目が続かないと、これは本当にみっともないっていうかね、何気取ってんだって話になっちゃうんで、そっと地されちゃうんで、そこはねと思いますということでした。だから説得力があったってことですね。じゃあ続きまして、メルマガ読者ホヨさん。たった一人、10月だ。10月というのにまだとても暑い。作中は夏の終わりだが、今の日本の暑い10月と同じぐらいの温度感なのではないかと思った。主人公の高志は妹を亡くして姉夫婦の元へやってきた。彼は終始静かに佇み、周囲をじっと見ている。そうやって自身の気持ちをひたすらに押し込めないと負の感情が爆発してしまうのだろう。都会から離れ、日々の穏やかな暮らしの中で、妹の死という悲しみを少しずつ癒していく。特に事件らしい事件は、勝子が川に流されたぐらいで、あとは平凡な日常を淡々と描いている。だがこの世にはもう妹はいない。その辛さ、苦しみを直接的に書くことはない。淡々と、あくまで淡々とした日常をただただ美しく描く。それが梶井元次郎なりの苦しみの描き方なのだろう。今、空は悲しいまでに晴れていた。この作品を象徴する一文だと思う。彼は突き抜ける青空の中、孤独で頼るものなく存在している。自分の悲しみは世界での中でとてもちっぽけな人海である。人愛ですかね、これ。それは事実かもしれないけど、けれど自分自身でそんなことにどうしても引っかかってしまう。その手に刺さった抜けないトゲが自身の周りとのどうしようもない疎外感を与えてしまう。明日と真の夜中の豪雨が彼の魂の慟哭なのではないかと思った。信子の浴衣は濡れていた。信子の中に妹の面影を見ていたのかもしれない。それが濡れている。文章の中にはないが、彼の頬も濡れていたのであろう。人間悲しいことも思いっきり泣くと吹っ切れる時がある。彼は妹の死を乗り越えられる気がする。根拠はないが彼の生きる力強さを感じた。終わり。ありがとうございました。
まあ全般的に妹の死をについて書いてる、あ、チリアクタと呼んでください。チリアクタですね。わかりました。すいません。妹の、まあ、供養っていうか、まあそういうものなのかなって私読んでて思いましたね。まあそれはホヨさんがおっしゃった通りですね。まあグリーフワークって言葉あるじゃないですか。まあなかなか身内が突然亡くなると現実感がないんで、悲しみもやってこないんですけども、ちゃんと悲しむっていう、泣いたりわめいたりしないと、まあ死を受け入れられないってことですよね。死んだってことを受け入れられないまま、何かそれが精神の変調が来たしてくるってことはあるっていうか、まあ抑うつ状態だけが続くっていうか、そういうことがあるっていうのをなんか言われてるのはどっかで読んだことがありますけども、まああの服もっていうかね、服も喪に服するっていう儒教、今私論語の解説やってるんですけど、論語はとにかく父母父母が亡くなったら喪に服せっていう思想なんですよ。それが親孝行なんだと。それをご先祖様まで繋げていくとか、そういう風にできてる政治思想なんですけども、だからまあ日本は比較的にそのこれね、四十九日とかね、一周期三回期とか、七回期とかやりますよね。で、区切りをつけてって、まあ死者、まあ、服も、喪に服しながら、その死者との距離感をみんなで確認していくっていう儀式があるわけですよ。俺は、その、最近出てきた精神分析とかそういう話とはまた別にですよ。人の死をみんなで共同体で受け入れていくっていう、まあ、段階を昔の人は考えてたんだと思うんですね。まあ、仏教も考えてんでしょうけども、仏教に至ってはそれはその、亡くなった人を、涅槃に導くってことなんでしょうけども、成仏させるってことですね。まあ、生き残った人たちが死を徐々に受け入れていくっていうことは、どっちかというと儒教がやってきたんじゃないかってことが、じゃないとその、死んだ人を粗末にすると治安が乱れるって言うんですよ。まあ、論語によるとね、ちゃんと父母を祀らないような、亡くなった父母を敬わないような、恩を忘れるような生き方を、刹那的な生き方をしてれば、社会秩序なんかすぐぶっ壊れるっていう考え方らしいんですよ。論語の儒教の思想って。だから、親孝行を説いて、まあ、先祖の墓参りとかね、いろいろ細かい儀式を作ってやらせるっていうかね、ことになるんだそうですよ。ということでした。でも、その、腹違いの妹が死んだから、どう、したらいいのかって問題もありますよね。もともと腹違いですからね。その、血が繋がってるとはいえ、親父がそんな子供を作ったってことも、まず受け入れられるのかって問題もあるし、まず結核で亡くなっちゃったっていうことに対する責任もあるだろうし、まあ誰か、まあそういう、まあ面倒をちゃんと見てなかったっていうね、家族がね。まあ自分が結核を移したってこと、まあ、梶本次郎の結核自体はおばあさんに移されたんですね。結核のおばあさんのしゃぶった阿部がなんか舐めさせられてなっちゃったっていう、確か前書いてあったんで。なんかそういうわだかまりが、普通の両親が亡くなったとかというのと違うわだかまりがあるんじゃないかなと思いました。まあ、それで傷ついて、まあ、ただでさえ繊細なんで、姉夫婦が呼んでくれたわけですよね。で、その中で、まあ、あらゆる風景が実は、妹の死に結びついてんでしょうけども、まあそういうものなんだと思いますよ。まあ、あの書いていただいた通りね、その辛さ苦しみを直接的に書くことはないんですけども、何かのきっかけでそれが爆発しそうなのを抑えてるっていうか、抑えながらそのまあ妹の死を受け入れていくっていうことがこの小説の主題なんだろうなっていうのは私も思いました。で、それが梶本次郎並みの苦しみの描き方なんだろうっていうことですね。まあ今空は悲しみまでに晴れていたって、この一文はただナロー小説が書いてるのと違って、腹違いの妹が亡くなったっていうことを言いたいから、この悲しみっていうのは何なのかっていうと、
全部がそのリモートがなくなったってことにつながっていく悲しみなんですよね。中二病の中学生がなんかよくわかんないけど悲しいとかエモいとか言ってるのと違うわけですよ。そうやって思ってる自分が好きだってナルシシズムから出てるわけじゃないですから、切実な思いがあるんでしょうね。で、最後の浴衣の、雨の中に浴衣が忘れ去られてるシーンなんですけども、まあ、信子は帰っていっちゃったんで、信子は帰ってくんだが、翌朝帰ってくるその真夜中なのか、もう行ってしまってから翌日なのかちょっとわかんないんですけども、雨の中で濡れてて、まあ、信子の中に妹の面影を見たのかもしれないっていうことで、それが濡れてるっていうかね、いうふうに捉えていただいた。まあ、さっきね、トトさんはその信子が好きだから、じゃないかと。まあ、その浴衣の日韓的な、それを着てた中の体、肉体を思い出してるっていう、まあ、それもあるんでしょうけども、まあ、一方で妹の面影っていうのを見てるっていうか、まあ、何かの喪失感、妹の死と同じ喪失感を浴衣、雨のに打たれてる浴衣に見てるっていうところも私はあると思いましたね。それが何なのかって話は、まあ、私も感想文にそのことを書いたんで、まあ、そちらは私の見解は後で説明するにせよ。まあ、夕立がね、来るっていうところに、まあ、ほてってる中に夕立が来て、まあ、信子の、浴衣が、物欲しいに残ってるってね、とこですよね。いうことだと思います。ほよさんありがとうございました。時々ちょっと思い出して死との距離感を保つんでしょうね。うん。思い出さざるを得ないんじゃないですか。何しても思い出すんですけども、まあ、その思い出すことと死を受け入れていくことの狭間があるんでしょうね。お天道様と一緒に見てるってやつ。お星様になって見てるとかね。ありますよね。恋心もないまぜになってるかもしれません。まあ、全般的に家族の女性陣との関係が何かその妹の死をケアする方向で受け取られてるわけですよね。おそらくね。ということでした。ありがとうございました。そういえばさっきショートケーキ投げる問題の話してて、なんかみんなをドン引きさせたんじゃないかっていう罪悪感が出てきたんで、ちょっと私話した内容忘れちゃったんですけども、ちょっとそれ補足しときたいんですけども、まあ梶井元次郎の中にあって私の中にもないものなんですけども、どういう話かっていうとですね、まあノルウェーの森に書かれてたのは、夜中にショートケーキ買ってきてもらって食べたくないっていうわがままを言わせてほしいって話だったんですけども、ほらな、私がなんだっけ、新潮文庫から出てる、その人でいいのみたいな、その結婚相手でいいんですかみたいな本読んだんですよ。そこに書かれてたエピソードがあって、まあ、夫婦になる場合、これ何が大事かっていうのは、女性の話をよく聞いてやるっていうことが書いてあったんですよ。それはどういうことかっていうと、その日常些細な話も聞く時間を取らないと、この人は私を守ってくれんだろうかって疑問が湧いてくると。その守ってくれるんだろうかって疑問がだんだん不信感に変わると、一緒に生活してる意味がないと思うらしいんですよね。だからその何か予兆があって不機嫌だったり、なんかわがままを言いたい時があったら、それに対して時間を取って向き合わないと男の人はまずいですよと。それをやってないで、ある時相手がその不満をぶちまけてきた時にはもう手遅れですよと。別れる寸前まで行ってますよってことが書いてあったんですよ。だからショートケーキを投げつけるっていうのも一つの予兆であって、その根底にはこの人でいいのかしらっていう、この人は守ってくれんだろうかっていう問題があるっていうんですよね。いつも私のことをケアしてくれてんのかっていう。で、それがなくて、まあ、それは、それがなくている夫婦だっているでしょ、パートナーシップってのはね。だけども、実はその、細かい積み重ねがあって、
生きてんだってことですよ。それがどんどん溜まってくると、女性の方に不信感が溜まってくると気づい、男は鈍感で気づかないんですけど、それに気づいた時には手遅れなわけですよね。それを言ってみれば、梶本、まあ、この中の高志がその、女性が3人で朝の道を歩きたいんだっていうこともそうですよね。こういう付き合いを大切にしてるわけですよ。お互いのケアっていうことで。乳母車を押してね。まあ、合理的にその、ヤマトに集荷してきてもらう。電話かけて集荷、アプリでヤマトに集荷してきてもらえ、なんでそんなことができねえんだ。合理的じゃねえな、みたいなね。そういう思考で、夫の方は生きてしまうんですけども、違うんですよ。わざわざ上車に乗せてダラダラ駅まで歩きたいっていう、大好きとか言いながら、その中山秀ちゃんが飯島直子と松本明子と腕を組んで歩いてるのは、私は時間の無駄だと思いますよ。私はね、だけどああいう時間が必要なんですよ。とこ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 歩く時間が、それがないとケアされてるっていうか、そこが一番大事な、女性にとっての大事な生活上、人生の上において大切な部分をなしてんだってことに、その方が往々にして気づかなくて、家に帰ってきて何か話したそうなことがあるのに、巨人の野球中継見ながらビール飲み始めて、なんかその中田翔なんか取るから勝てねえんだとかブツブツ言ってると、これも別れるしかなくなってくってことが書いてあったんですよ。そのこと言いたかった。そのこと言いたかった。私は知ってますよ、もちろん、そんなことはね。全部知ってた上で使用対応なんで、しょうがないですよ。それは自分のことで精一杯だから。だから結婚できねえんだろうってね。あんた腹をくくってないからですよね。で、梶本次郎の中にあんのも、まあ、だって、まあ、彼はね、結婚もしなかったわけですし、まあ、お付き合いしてた女性も、おそらくいなかったんでしょうけども、ということでは、まあそのショートケーキを投げられてもよくわかんねえところがあるのかもしれないですよ。ということがあるかもしれないけど、まあその話は別の部分で梶本次郎が感じてることがあるわけですね。まあそれは腹違いの妹に対して思ってる気持ちは、また別ですからね。ということでした。信子への恋心かどうかは判定が難しいところですね。まあ、好意、好ましいと思ってるんでしょうね。ショートケーキが欲しいことぐらい、汲み取れという女性の気持ちでしたか。ああ。その、かゆいところに手が届くっていう、そのケアの、いつも気をかけてるってことが、まあ、結局、ほら、人間って動物じゃないですか。その、巣作りして巣をケアしていくっていうのはあるわけじゃないですか。あの、ツバメが巣作って、夫婦で交代で、ワームを取ってきて、ヒナに食わせるわけでしょ。で、巣の掃除もするわけじゃないですか。で、それは二人で共同作業でやんなきゃいけないんでしょうよ、それはね。そうだ、お前なんで結婚してないのそんなこと言ってんだって言われちゃうかもしれないけど。まあ、そら、結婚しなくても想像上はわかりますよ。あの、で、共同作業があるんでしょう。それはお互いの、その、結構深いところまでケアしながらやっていかないと、そんなこと長く続けていけるわけねえだろっていう。それは、で、なんでそのケアをしなきゃいけないかっていうと、やっぱり人間は巣作りをする動物的な部分があるから、そのみんなベビーシッターにやらせてね、お手伝いさんに家事やらせて、遊んで暮らせるだろうっていう、それでも満たされないものがあるんだと思いますよ、それはね。家事は全部アウトソーシングしてんのに、なんで俺に不満があるんだとか、お前は働いてないだろうとか言ったって、その、専業不主婦であってもですよ。それでも何が守ってくれるのかって問題が常にあるんでしょうよ、そりゃ。女性には。それはジェンダーじゃないですよ。ジェンダーっていうのは、後々社会的に作られた性差ですけども、生まれてくる前からの性差ですよ、それは。守ってほしいっていうのは、おそらく。それを言い切るとフェミニストに縛り上げられるかもしれないですけど、私はね。だって鳥のレベルとかね、なんかそのタヌキとかそういうレベルでもそうなんでしょうよ、多分ね。まあ群れてくカピバラレベルの話でもね。ということでちょっと補足しときました。あ、桜さん拍手ありがとうございます。確かにそうですね、手遅れになる。まあ、あるっていうか、まあそういうのが
あるんでしょうね。だってよく知る、私も想像上で語ってるから何の説得力もないですけど、ということです。それはまあ一方においては男性にとってはそれが黒髪に縛られるってことでもあるわけですよ。そこか、あの夏目漱石の心じゃないですけど、そこまでケアしだしたら一生面倒見なきゃいけないっていう覚悟で付き合っていかなきゃいけないわけじゃないですか。それはね、あのだからまあどっちもどっちなんでしょうけど、ということでした。じゃあ続き、ほよさんありがとうございました。では続きまして、メルマガ読者青野さん。くるみを鳴らし続ける人、引用はじめ。それはただそれだけの眺めであった。どこを取り立てて特別心を引くようなところはなかった。それでいて変に心が惹かれた。何かある、本当に何かがそこにあると言って、その気持ちを口に出せばもう空々しいものになってしまう。ある午後、ああ、勝子の休み勝手に注文して強くしてもらってるんじゃないかな。そんなことがふっと思えた。いつか、たかしが抱きすくめてやったとき、もっとぎゅっとと何度も抱きすくめさした。その時のことを、子が思い出せたのだ。そういえば、それはいかにも勝子のしそうなことだった。勝子。言い終わり。乾いたくるみを振ると音が鳴る。殻と身の間に空間があり、揺さぶることで空洞の中で、身が殻に当たり音が響き合う。殻から音が鳴るとふと、ああこれが自分だと思う。ああこれだこれだと何度も繰り返し確認する。たかしが思い出せない風景色を思い続けるように、勝子が何度も自分の体を強く抱き続けることを要求するように。たかしと勝子はどこか似ている。勝子と亡くなった妹は似ていたのだろうか。くるみの音は鳴り続け、そのうち自分だと思ったそれがくるみの実なのか、殻なのか、空洞なのか、それとも鳴らすために持っているこの手のひらの持ち主が自分なのか、それともその肉体の外の自分なのか、わからなくなる。音だけが存在し、自分が自分から離れていく。近づいたり離れたり、大きくなったり小さくなったり、それは淡い不安と孤独とも共にある。自分の内側だけの小さな世界である。幼い勝子は無意識に音を鳴らし、不意訪れる不安と孤独に翻弄されるように見えたが、隆のそれはどこか自覚的である。子供の頃から自覚しながらその中にで遊び、まるで妖術が使えそうだと思いながら、両手を囲った町を巨人になったかのように眺めたりする。引用をはじめ。両手に囲まれて顔で蓋をされた敷布の上の暗黒の中に、そういえばたくさんの牛や馬の姿が想像されるのだった。彼は今そんなことは本当に可能だという気がした。昼と夜、言い終わり。城から眺める景色と、その城下町にいる自分、そしてその自分の中の小さな世界を自由に行き来する自分の持つ偉人的なものを自覚的に捉え、遊びながらも、そこから決して離れることができない。たかしの研ぎ澄まされた孤独を感じた。恋心のようなものを抱く、信子の体に入っていない浴衣の形をなぞるのが、いかにもたかしらしい思いの寄せ方だなぁと思った。終わり。ありがとうございました。くるみのお話を書いていただいて、揺さぶることで中身が、響くと、たかしが思い出せない景色を思い続けるように、勝子も自分が何度も自分の体を強く抱き続けることを要求するように、あの2つ引用していただいたんですね。本当に何かがあると、これある午後の部分か、なんだっけ、かかる日のかかる時っていうのがありましたよね。その前のぐらいのか。まあ、取り立てて心を引くような眺めじゃなくても何かがあるんじゃないかと思うと。で、あ、そっか、その続きか。
例えばそれを言えないやばい憧れといった風な気持ちと名付けてみようか、誰かがそうじゃないかと尋ねてくれたとすれば、彼はその名付け方に賛成したかもしれない。しかし自分ではまだ何かという気持ちがする。人種の異なった人々ような人々が住んでいて、この世と離れた生活を営んでいる、そんなところのにも思える。とはいえそれはあまりにおとぎ話、めかしたぴったりしないところがある。何か外国の絵であそこに似たところが書いてあったのが思い出せないためではないかと思ってみる。それはコンスティーブルの絵を一枚思い出している。やはりそれでもない。では一体何だろうか。このパノラマ風の眺めは何によらず限らず一種の美しさを添えるものである。しかし入江の眺めはそれに過ぎていた。そこに限って金が精度している、そんな風に思えた。空が秋らしく青空に澄む日は、海はその青よりなお暖かい神聖に変わっていた。白い雲が晴る時は海も白く光ってきた。今日は先ほどの入道雲が水平線の上へ広がって、ザボンの内側の色がして、海も入江もの間近までその色に移っていた。今日は入江はいつものように謎を隠して静まっていた。見てみると獣のようにこの城の花から悲しい鳴り声を出してみたいような気にもなるものの、なるのも同じであった。息苦しいほど妙なものに思えた。夢で不思議なところへ行っていて、ここは来た覚えがあると思っている。ちょうどそれに似た気持ちで得体の知れない思い出が湧いてくる。ああ、かかる日の、かかるひととき、ああ、かかる日の、かかるひととき。いつ用意したとも知れない、そんな言葉がひらひらとひらめいた。ってことですね。この表現をもって、その、不安と孤独とともに ある自分の、まあ、自我っていうか何ですか。自分の存在っていうものを確かめてんだと。かつこもギュッと抱いてもらわないと自分であることが分かんないから抱いてもらいたいんだと。というふうに捉えていただきました。まあ、なんていうかその、確固たる主体性がないから何かで振ってないと、何かに憧れたりする心の動きとかが、自分を自分たらしめてるとか、自分の輪郭を作ってるっていう、そういう考え方ですね。それは時に腕の中に柵を作って、その中に馬や牧場があるみたいなことを思うことも、そういう形しか自分を感じられないという研ぎ澄まされた孤独っていうのがあるんじゃないかということを書いていただきました。以前私ちょっとこれ読んで思い出したんですけども、あれなんだっけ、大岡翔平のね、のびっていう作品で読書会やったんですけども、一度も行ったことない道だけど、もう二度と通らないだろうと思うっていうシーンがあったんですよね。その山の中でジャングルの中逃げててね、でなぜかっていうと、まあそのベルグソンの哲学から紹介したので、まあ走馬灯、死ぬ前に走馬灯のようにね、一気に思い出が蘇ってくると。人がビルから飛び降りた時とかね、一生経験したことが一気に頭の中に駆け巡る時があるということですね。なんでそういう記憶が一気に来るかっていうと、それはなんだ生命が止まってるけど記憶だけ先に、普通の人間っていうのは生命と記憶が一緒に進んでんだと。それで自我っていうのができてんだけども、生命だけが止まるときに記憶だけが先走っていくと。先走っていくときに走馬灯のように一気に溢れてきちゃうんだっていうふうに、既視感ってそういう、既視感っていうのはなんだ、既視感っていうのはそういうもんなのか。まあ、既視感と違うんだな。まあ、デジャブの問題を書いてたのか。まあ、一つその走馬灯のように事故の時見るっていうのは、自分の生命力が止まった時に、記憶だけが突き破っていっちゃう。ね。いう感じで捉えてるんですね。まあ、それと逆のことも起こるわけですよ。生命力だけが先に行っちゃって、記憶がおろそかになるっていうか。まあ、そんなようなこと書いてましたね。まあ、それを思い出しました。で、まあ、梶本次郎に関しては、やっぱ、まあ、病気なんでしょうけども、自分の輪郭を確かめなきゃいけない。生命力が弱ってるわけですよね。弱ってるから、そういう形でしか、
自分のほのかな生命力の鬼火みたいなものを想像で強化していかないと感じられないっていうか、外からの刺激でしか自分を確認できないところがあるっていう、そういう意味で書いていただいたのかなと、ちょっと思いました。それはその、信子の体の形で干されてる浴衣をなぞってると信子のことを思うみたいなことが、その信子の体自体のことより浴衣の方に行っちゃって、浴衣の輪郭の方から入っていくっていうかね、そういう形をなぞるのが、いかにも高橋らしい思いの寄せ方だけど、まあ一方では生命力が弱まってるっていうかね、それを想像力で補ってるっていうか、現実感っていうものをそういうふうにしか、まあ体力がないですからね。自分が駆け回って生命力を確認するっていうよりは、想像の中で輪郭をなぞることで自分の生命力をなぞってるみたいなね、感じですよね。くるみをなぞることでしかくるみとしかわからないみたいなね。そういう感じなんじゃないですかね。そんなことを思いました。なかなかその詩的な文章で私もちょっと理解するのが難しかったんですけども、まあ、生命力がないってことなのかな。でもそれで単純に私が要約していいもんかって、その生命力って書きたくないからこの書き方をされてんだと思うんですけど、落ちたくるみの中の虚しさみたいなね、生命力が枯渇した秋の人、あ、くるみは秋なのか、あれ。まあ、木から落ちたくるみの実みたいなもんだと。そういうふうに捉えていらっしゃるのかなと思いました。いや、ありがとうございました。青の様の感想文には、梶本次郎と同様の敏感な感受性がありますね。ね、ポンポコさんが書き込んでいただきましたね。ということです。ありましたね。二度と通らない道。ね。あるんですよ。その、まあ、ベルグソン、以前ね、ベルグソンの哲学を紹介したこと、人間、生物ってのは、外界からの刺激を受けて、刺激に慣れていくことで活動範囲を増やしていくんだってことですね。そういうこと言ってんですよ。まあ、私はナマコを例に挙げて説明したんですけども、ナマコってのは続かれるたびに行動領域が増えていくんだと。外界からの刺激を受けることで、どこからどこまでが安全なのか、歩いて、その、自分のテリトリー広げていくわけですよね。で、そのうち、その、自分の、一回危険な目にあったって記憶があれば、そっちに行かないわけですけど、一回心地よいって感じたところには、記憶の力で、そっちの方面に伸びていくわけですよ。それで繁殖を繰り返していくわけですから、人間の、まあ、なんだ、その、動物っていうのは、その、刺激と記憶の反応で行動領域広げて、とりわけ人間には想像力がありますから、チンパンジーとか猿に比べてね、記憶力が多いから、容量が。だから人神聖なわけですよ。人間が地球上を追い尽くしたわけですよ。だって行動領域どんどん広げていくから。どこからが危なくて、どこからが危なくねえかって、常に記憶と照らし合わせて行動していきますからね。で、南極探検とか北極探検に行くわけじゃないですか。エベレストに登ってみたりね。T シャツ短パンで富士山に登るアホ外国人とかいるわけじゃないですか、もう。まあ、どっかその、恐怖感を感じる感覚がぶっ壊れてるって場合もあるんでしょうけども、多くの場合は、記憶で、直感でどこまで大丈夫なのか、測ってるから、増えてくってことが書いてありましたね。まあそういうふうになんか人間の自我っていうか存在っていうのを捉えてる哲学だったんですけど、ちょっとそれを思い出しました。じゃあありがとうございました。まあそう、詩を最後に書いていただいてね、城を眺める景色とその城下町にいる自分、そしてその自分の小さな世界を自由に行き来する自分の持つ理人的なものを自覚的に捉え遊びながらも、そこから決して離れることのできない高橋の研ぎ澄まされた孤独を感じた。まあ彼の孤独自身がね、彼の行動領域
テリトリーを決めてんでしょうね。で、そこから他人の行動も判断して、勝子も、まあ、行動とかも、測ってるっていうか、まあ、そういうことなんじゃないですかね。ありがとうございました。ポエティックなので予約していただいて大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました、アンゴさん。では続きまして、メルマガ読者、玉井さん。屈辱の読解断念記。恥を忍んで申し上げるが、本書、城のある町にてを読み終えて、率直に思ったのは難しすぎてよくわからなかったよう、助けてお母さんと言ったことである。早速お母さんに電話してみたら、直留守につながった。そこで今回は難しすぎてよくわからなかったようの根拠を以下に説明する。特に読解困難なのが、たかしの鑑賞と風景の因果関係であり、それを中心とした説明となる。鑑賞に至る経緯について、本書は各エピソードごとにたかしが風景を通して、様々な鑑賞を抱くといった構成である。まずたかしの鑑賞に至る経緯を把握するために手がかりとなる描写を以下に引用する。遠く海岸に沿って、斜めに入り込んだ入江が見えた。中略。どこにを取り立てて特別心を引くようなところはなかった。それでいて変に心が引かれた。何かある。本当に何かがそこにある。中略。それを言えない淡い憧れといった風の気持ちと名付けてみようか。米一。若い女の人が二人洗濯物を大だらいでゆすすいでいた。中略。羨ましい。素晴らしく幸福な眺めだった。涼しそうな緑のついたての影。確かに清冽で豊かな水、なんとなく見せられた感じだった。ごめんに。ああ、かかる日、かかるひととき。ああ、かかる日、かかるひととき。以上の3点から、たかしは他に対して憧れのような気持ちを抱いており、また羨ましい幸福そうといった描写から、彼の感傷は、彼は過去に不幸な出来事があり、今に至るまでそれに苦しんでいると察せられる。では彼の不幸だ、一体何か。たかしの不幸の正体について、即座に思いつくのは妹の死イコール彼の不幸とする考え方である。ここで妹の死に関してはある午後の章で次の通り触れられている。一つには、可愛い盛りで死なせた妹のことを落ち着いて考えてみたいという若者めいた考え、米さん。彼女がこと切れた時よりも、火葬場での時よりも、変わった土地へ来てするこんな経験の方が失ったという思いは強く刻まれた、米4。彼女の死の前後の苦しい経験がやっと薄いベールのあちらに感じられるようになった。中略。そしてその思いにも落ち着き、新しい周囲にも心が馴染んでくるのに従って、高志には珍しく静かな心持ちがやってくるようになった。米5。上記から一見、彼は妹の死を受け入れているようで、米3、米5、3章。実はそうではなくて、米4、3章。作中の風景を通じて妹を想起している。例えば前述の引用、米2を見ると、たかしは素晴らしく幸福を感じたとあるが、これは若い女2人が彼の姉と妹を連想させたことによる幸福への憧れと捉えることができる。さっき同様に、勝子と信子を発端とする妹への干渉も複数存在するが、引用文字数の都合上割愛する。しかし、彼の干渉は妹の死以外にも存在するのではないか。ここが難解な点。もう一つの干渉の可能性。妹の死の他に干渉の要素が存在しうる根拠は以下の通り。1、前述の引用米さんでは、一つには可愛い盛りで死なせた妹とは一つにはとある。つまり妹以外の不幸の存在を示唆している。2、風景を通じた彼の干渉には妹の死に直結しないケースがある。前述引用米1に対する入江に対する淡い憧れの直後の息苦しいほど妙なものという感覚。昼と夜のショーにおける単純で平明で健康な世界という国定教科書風な鑑賞。上記の直後のハガキに対する得体の知れない気持ち。以上の引用から彼の鑑賞は彼の死からなる過去への内省だけでなく別の要素を契機として二の感覚に至ったのではないか。別の要素、それは私小説家、梶井元次郎自身の問題を高志に投影した可能性も考えられるが、いずれにせよ本書は私の読解能力をはるかに超えている。したがって結論といったことを考えながら、結論は助けてお母さんとなる。以上、終わり。ありがとうございました。これ紹介させていただいたんですけど、私もこの問題を私の感想文で書いたんで、ここから3つの感想文は同じ話がテーマになってんで、
まあその青野さんの書いていただいたこともまあ同じテーマだとは思うんですけども、一気に紹介してまとめて内容をお話ししたいと思います。じゃあ続きまして、メルマガ読者初参加与太郎さん、城のある町にて感想文。城のある町にては以前新潮の文庫本の中に入っているのを読んだことがありました。当時は流し読みしてしまったらしく全く印象には残っていませんでした。しかし今回読書会の課題図書として改めて読み直してみたところ、以前には分からなかったいろいろな気づきがありました。私がこの作品で特に気に入っているのは、主人公のたかしが持っている不思議な感覚、現実と空想の境目を行きつ戻りつするような繊細なイメージを追体験できるところです。例えば夕闇の定石から遠くの街の花火を見る場面では、花火や海岸のパノラマ、英語の言い間違いなどのありふれた事柄同士が空想によって次つなぎ合わされることで神秘的なものの象徴になったように見えました。この感覚は私自身も旅先などでふと感じることがあり、とても共感することができました。また芝居小屋での芸人の技術を見る場面では、芸人と観客のやり取りを見ていて自分が舞台上にいるかのような共感から始まり、その後俯瞰して滑稽に思う自分へと視点が移り変わっていくように書かれており、たかしの内面の変化を生々しく書いていて良いと思いました。題名になっている定石については、訪れるたびに様々な表情を見せる場所であり、たかしにとってはいろいろな空想ができる場所なのだろうなと感じました。私もそういった場所を見つけたいと思いました。作中感じた疑問もありました。たかしの妹に関することです。冒頭でたかしが姉の家にやってきた理由は、可愛い盛りで死なせてしまった妹について思いを巡らせたいからと書いてありましたが、その文章以降、妹自身や妹への思いは一切登場していません。高橋は妹の死についてどのように考えながら過ごしていたのでしょうか。作中では、定石で見た虫送りの光景に心を打たれて涙したり、セミの小さな命を大事に思ったり、親戚の信子や勝子についてのいろいろな思いを巡らせています。そこに自分の亡くなってしまった妹を重ね合わせているのかどうかが気になりました。宮田さんはどのようにお考えでしょうか。終わり。ありがとうございました。最後は私への問いかけで終わってって、新鮮な感想だったんですけども、ちょっと私もその問題を自分なりに、まあ分かる範囲で考えてみたんで、まあまあ、あれですね。最後私の読んで、まあ3つ一緒に紹介していきたいと思います。死は事実であるが、人間の実態は内容と形式からできている。2-024 Substance is what exists independently, independently of what is the case. 実態は何が事実として成立しているかとは独立に存在するものである。2-025 It is form and content. 実態は内容と形式からなる。ウィトゲンシュタイン論理哲学論考、岩波文具の野刺激役。死は事実であるが、人間の実態は内容と形式からできている。妹の死は事実である。それに対して、まだ妹は実体化する。その実態は、ウィトゲンシュタインが命題化したように内容と形式を持っていた。引用はじめ、一つには可愛い盛りで死なせた妹のことを落ち着いて考えてみたいという若者めいた考えから、たかしはまだ、五七日を出ない頃、家を出てこの地の姉の家へやってきたある午後、引用わり。味元次郎は20歳年下の伊夫舞妹八重子3歳を結核性脳膜炎で亡くした。この小説は事実としての妹の死と実態としての妹の帰りを描いていると私は思った。引用はじめ、ああ、ガスコのやつめ勝手に注文して強くしてもらってるんじゃないかな。そんなことがふっと思えた。いつか高志が抱きすくめてやったとき、もっとギュッとと何度も抱きすくめさせた。その時のことが思い出せたんだった。そう思えば、いかにも勝子のしそうなことだった。高志は窓を離れて部屋の中へ入った。勝子。終わり。近所の子に意地悪されてるのに意地を張って遊び続ける勝子の心理を推し量った箇所である。この後、夕飯を食べながら、トゲが刺さって痛いと勝子は泣き出す。任意をはじめ、ひょっとしてあの時の痩せ我慢を破裂させるのかもしれない。そんなことを思って聞いていると、その火のつくような泣き声が何か悲しいもののように、たかしは思えた。かつこ、任意終わり。何かのきっかけで個人を思い出すことがある。
それは似たような場所で似たような時間帯で似たような服を着ていた似たような仕草をした、そういったことがトリガーきっかけとなって個人を思い出すのである。かつこの昼間の意地っ張りと夜のその痩せ我慢の破裂は死んだ妹を思い出すきっかけになっているのではないか。かつこを観察しながら、かつこが内容と形式において、たかしは彼の中に死んだ妹を実体化させているように私には思えるのである。内容とは意地っ張りと痩せ我慢の破裂という子供っぽい感情のあり方のことだ。形式とはその感情のエネルギーに因果関係をつけている夜と昼の時間の経過や野原と今の空間の変化のことだ。死んだ妹の実体は死の事実とは別に存在しており、たかしは勝子を思いながら実体としての八重子という子、死んだ妹ですねを思い出しているのである。二人の女の子が似たような内容と形式を持つからだ。引用はじめ、雨の足が強くなってトユがごっくりごっくり喉を鳴らし出した。気がつくと白い猫が一匹よその軒下を渡っていった。信子の着物が物干し竿にかかったまま雨の中にあった。筒袖の平時着ていた浴衣で彼の一番目に慣れた着物だった。それゆえ見ていると不思議なぐらい信子の顔体つきが彷彿とした。夕立はまた雨の方へ行ってしまった。遠くでその音がしている。引用は終わり。雨に濡れたままになっている信子の浴衣に、信子の内容と形式、いがれば信子への感情いや、浴衣を着ていた信子のいた空間、時間の形式を感じている。だから、たかしには生々しく信子の体つきが実体化されている。信子はおそらく、今朝、寮に帰っていった。彼女は目の前にはいない。不在である。しかし、信子が今ここに不在でも、信子は、たかしの中で実体化する。仮に信子が今、ここですでに死んでいたとしても実体化する。それは妹が事実として死んでいても実体化することと同じだ。事実としての死は、死んだ人間の実体とは別次元に位置している。溺れて気を失ったが意識が戻ると踊り始めた勝子の事件、その事件からボケ始めた勝子の曽祖母の話、それが暗示しているのは事実としての死と実体化している人間があやふやになってしまうと、人は認知能力が低下してボケてくるということだ。妹の死を事実として受け入れながら思い出として実体化させ、悲しみを背負っていくという厄介なことを人間はしなければならない。なぜなら人間は人間の中に内容と形式を持って実体化する動物だからだ。死の事実と人間の実体のズレが人間を人間たらしめている。引用をはじめ、ただそれだけの眺めであった。どこを取り立てて特別心を引くようなことはなかった。それでいて変に心が惹かれた。何かある。本当に何かがそこにあると言って、その気持ちを口に出せば、もうそらぞらしいものになってしまう。例えば、それゆえに、淡い、憧憬といった風の気持ちと名付けてみようか。誰かがそうじゃないと尋ねてくれたとすれば、彼はその名付け方に賛成したかもしれない。しかし、自分ではまだ何かという気持ちがする。注力。夢で不思議なところへ行って、ここには来た覚えがあると思っている。ちょうどそれに似た気持ちで得体の知れない思い出が湧いてくる。ああ、かかる日の、かかるひととき。ああ、かかる日の、かかるひととき。いつ用意したとも知れぬ、そんな言葉がひらひらひらめいたある午後。引用あり。たかしは妹を実体化させるような内容と形式を探して、城のある町をさまよっている。勝子や信子を通じて妹の死という事実を回避しようとしている。もしかすると、勝子や信子との関係を利用して失われた未来の妹との思い出までも実体化させようとしているのかもしれない。旅先の風情の中の何かある些細なきっかけ、そのきっかけは内容と形式を掴んで、何度か、ああ、かかる日の、かかるひとときの妹を実体化させたい。たかしはそのきっかけを切なる思いで探し回っているかのようである。その営みすべてが、妹の死を事実として受け止めきれない自分を慰めるためであり、やがて来る自分の死という事実から目をそらすためなのだ。終わり。ということです。ちょっと自分で書いて何書いてあるかわかんないんですけども、今日まあ同じ話を、ノートのコラムでも書いたんですけども、ちょっとそっちの話をした方がいいのかな。まあちょっとそれで玉井さんの、小説じゃねえや、コラムとね、与太郎さんのコラムの説明したいと思いますんで、ちょっとまあ、ちょっとそっちは読み上げないんですけど、今ノートに書いた文章貼りますんで、実はまあ私が今映画を見に行こうかと思ってるドライブ・マイ・カーっていう映画が
ありまして、これ村上春樹の作さんの作品なんですけども、ネタバレを覚悟で今お話ししますけど、どういう話かっていうと、ある俳優が妻が亡くなったんですよ。47歳ぐらいでね、子宮がんで。で、俳優をやってんですけど、ちょっと自分で諸事情があって車が運転できないんで、俳優のその撮影現場とか舞台に行くときに、まあ、運転手を雇うんですね。で、実はその車、サーブっていうスウェーデンの車なんですかね。それも、なんていうか、クラシックカーっていうか、なわけですよ。それを全部整備して、それは実は妻と結婚した時に買った車で、その車で、伊豆とかいろいろ妻とドライブしたんですよ。で、思い出の車を整備して、ある女の子、24歳の女の子をドライバーとして雇ってですよ。で、運転手になってもらったんですね。で、その運転手との会話の中で、まあ、実は妻がずっと不倫してたと。まあ、女優なんで、その、自分の出演作の、相手方の、あの、男性俳優と、まあ、4人、4、5人不倫関係があったってことは、まあまあ、自分は知ってたんだけども、まあ、それは言わなかったって言うんですね。で、結局、彼女が死ぬにあたって最後に、まあ、高月って男がいるんですけど、俳優がいて、これは最後に妻と関係を持ってた不倫相手だったんですね。で、同じ俳優なんですけども。で、まあ、妻と不倫してただろうとは言わずにですよ、彼を飲みに誘って、で、彼もその妻のこと、まあ、別れたとはいえその後ね、まあ、なんかやっぱり素晴らしい人でしたと、まあ、共演してた思い出がなんか喋るわけですよ。で、友達になるわけですよ。で、何回か飲みに行くんですけども、結局その、彼女に中にある秘密が分かんなかったっていうことですね。なんでまあ、なぜ不倫してたのかっていうのも分かんないし、なんで、俺になんか不満があったのかってことを聞けずにいて、なおかつその不倫相手にはもしかして見せていた部分があって、自分に見せなかった部分があるんじゃないかってことを、それとなく釜をかけながら、その、妻の不倫相手だった高杉っていう、その俳優を呼び出してですよ。まあ、飲みに連れてって、いろいろその間接的に聞くわけですよ。で、結局彼女の中に謎が永遠に解けない謎があって、固く締められた金庫のように海の底に沈んじゃったと。で、もうこれは彼女が死んでしまった以上もう分かることがないんだっていうことを言うんですね。で、その話をその女性ドライバーにすると、まあ私にも家族はいるけど家族のことなんか分かりこないと。それはしょうがないんだって言って、まあ終わるんですよ。で、最後、そう車に乗りながら、まあ、あれ、マニュアル車ですからね、シフトチェンジしてくれるわけですよ。そのシフトチェンジがいくつされてるのか、わかんないぐらい、運転がうまいんですよ、その女の子はね。で、それで終わるんですよ。で、なんで私はそんな話をしたのかっていうと、なんていうか、その人間が死んだこと自体と、死んだ人間を思い出すってことは別だってことなんだと思うんですね、これ。難しい話なんですけども、死んだ人、まあ、なんだろう。私が思ったのは、死んだ妻の謎ってのは一生わかんないですよ。わかんないけども、妻のことは常に実体化してくるわけですよ。実体化ってどういうことかっていうと、何かきっかけがあるとね、思い出すわけじゃないですか。亡くなった人のこと。その場にいない人だって思い出しますよ。それは例えばね、まあ私が文章で書いた例としては、まあ私がもしくは飲み屋をやってて、いつも常連さんが、山田さんっていう常連さんが来たと。まあ、お気に入りの席が決まってて、カウンターのここにいつも座ると。で、同じ時間、だいたい同じ時間帯に、同じカウンターの席に座って、同じような飲み物を頼んで、同じような行動をとってる。スマホで野球中継見てるなり、なりしてるってことがあるとしますよね。で、そういうことが続くと、人間ってその人がある日、ふと来なくなってもですよ。そういえばあの人が来てたなってことを思い出すわけじゃないですか。あれ、山田さんがこの席でスマホ見ながらなんか飲んでたなと、シングルモルト飲んでたなとか、焼酎飲んでたなとか、そういう意味で人間ってその場にいないものでも、その実体化するってことですよ。で、実体ってのは何により実体するかっていうと、内容と形式があれば実体化してくるってことですよ。で、これちょっと一生懸命話しちゃったんで、で、その、この城のある街にてってのは何を描いてるのかって問題ですね。事実として妹は死んでるんですけども、何を見ても妹のことを思い出すはずなんですよ。だって悲しいんですから。
それで、この城のある町に行っていろいろ感じたことはすべて心の中に妹を実体化させる内容と形式を持ってんだと思うんですね。例えば一番近いのは勝子ですよ。同じ女の子でね。もしかして、死んだ妹がすくすく育っている、いたであれ、あればですよ。勝子ぐらいの大きさになって、野原で友達と喧嘩して意地を通して帰ってきて泣き出すとかいうこともあるかもしれないですよね。あるいはその記述を見に行って、ああ面白かったって取ってつけたように言って家族を笑わせるかもしれないし、ドブに流されて気絶してて自分が流されてたので気づかないってことも起こすかもしれないし、あるいはそれは信子でもいいわけですよ。信子のように、記事が平和な健康的なあの女の子になるかもしれないし、で何を見ても実は妹を実体化させてしまうっていうものが彼の中にあるんでしょうよ。だけどそれを一つも書いてないってことなんですよね、一番はね。で、なぜかっていうと、彼女の死を事実として受け入れて、まあ過去に忘れ去っていかないとやりきれないからですよね、人間の死をね。だからこの与太郎さんが書いてくれた、作中感じた疑問点もありましたと。冒頭で高志が姉の家にやってきた理由は、可愛い盛りで死なせてしまった妹について思いを巡らせたいからと書いてありましたが、その文章以降、妹自身や妹への思いは一切登場していません。高志は妹の死についてどのようなことを考えながら過ごしていたのでしょうか。いや、常に考えていたんでしょうよ。実体化、何に触れても、妹、まあ、花火のことをフローラーだって言ったのも妹かもしれないですよね。何を見ても全部妹に繋がって、妹が心の中に実体化してたんでしょう、おそらくね。で、だけども、なんだろう。その、何を見ても内容と形式さえあれば妹は実体化するわけですよ。いついかなる時でもね。おそらく。で、村上春樹さんの小説に戻ると、あれ何を書いてんのかっていうと、亡くなった後も常に妻のことは思い出しますよね。だって妻のと住んでた家に住んでて。一番はその、妻のことを忘れたいんならそのサーブって車を手放せばいいわけじゃないですか。新車に乗り換えればいいわけじゃないですか。でも忘れちゃいけないっていう思いがある。妻を実体化させながら生きていかなきゃいけない。で、実体化させても彼女にとってわからない一角がありますよね。なぜ不倫してたっていうことはね。で、その、言ってみれば何だろう。死を事実として受け入れるってことと人間が常に実体化するってことは別のことなんだってウィトゲンシュタインの言葉からすれば言ってるってことですよ。実体は何が事実として成立してるかとは独立に存在してるものであると。その人本人が本当はどうなのかっていうことと別に人間の、死んだ妹とか死んだ妻っていうのは、その妻が実際にどうだったってことと別に独立して存在するわけですよ。で、なんでそれは独立に存在するかっていうと内容と形式を持ってるからですよ。何かのきっかけがあれば人間って思い出すわけですよ、その人のこと。で、思い出したその人は現実のその人と違いますよ、おそらく。心の中で内面化されて大切にしてるその人のイメージっていうのがあって、それを五章を大事に、忘れ去られることできないわけですか。なんかその、ね、中国共産党みたいに思想教育して誰かを忘れるってことはね、親じゃ思わなくなるとか、1984年みたいですけど、そういうことは思想教育で親を亡き者にするとかはできるかもしれないですよ。親より党の方が大切だって思わせるとかね。そういうことはできるかもしれないですけども、普通の人間は自分から去ってきた人間とか亡くなってしまった人間の別の形で大切に思い出として持ってるわけですよ。それは何かのきっかけで常に何か刺激があればその人生々しく思い出すことはありますよね。それは肉親であれば強い感情を持って思い出すわけじゃないですか。私はペットは飼わないけども、10年も20年も飼ってたペットが死んだとしたらね、そのペットにまつわる何かを目にしただけでボロボロ涙が出てくるって人も世の中にはたくさんいるわけじゃないですか。で、犬畜生、猫でさえそうなわけですよ。ハムスターとかね、ヘビとかでもそうかもしれないですよ。可愛がっていれば、それが実体化して、いつまでも心の中に出てくると。で、その
ちょっとツイキャスが切れちゃった。実体化するきっかけっていうのは、これはたくさんあるわけですよ。何がそのきっかけになる、トリガー、引き金になるかなんてわかんないわけですよ。で、村上春樹さんの小説では、車のシフトチェンジだったんですよ。それが最後にはね。マニュアル車と。ということだと、私はそれを書きたかったんだと思うんですけども、マニュアル車の綺麗なシフトチェンジが、何が妻の思い出、新しい実体化をもたらすっていうか、それは不倫されてて、自分の知らないところで不倫されてて、どっかで激しく憎まれて切られてたところはあるかもしれないよ、妻にはね。だけど、そうじゃないきっかけをつっかめは違う妻の実体化があるんじゃないかっていうことなんじゃないんですかね。ちょっとまあ難しいですかね。言ってることが。で、その、城のある町っていうのはまた新たに妹の死の実体化を変えてくれる経験なわけじゃないですか。そこで味わったいろいろな、その憧れにも似た思いっていうのは、陰惨な死を上書きするだけの力があるんでしょう。それは勝子とか信子との関係も、もしあり得たかもしれない妹の未来を、というものを美しく実体化させてくれるもんだったかもしれないし、じゃないと、人の死っていうのは単なる陰惨な死になっちゃう可能性があるわけじゃないですか。誰かの不作為で結核性脳膜炎にしてしまって、その責任はお前にあるみたいな、あの罪悪感をずっと言い出かせてしまう死も、そういう形しか実体化しない死者もいるし、そうじゃなくて、何かみんなの力で、まあ、お天道様になったとか、お星様になったとか、まあ、綺麗なイメージでね、あの、改ざんされていくっていうか、上書きされてアップデートされて、自分の中で実体化し続ける死もあるでしょうよ。で、それは内容と形式。内容と形式って内容ってのは何が感情的な、まあ、勝子の意地っ張りなところがきっかけで妹を思い出すこともあるし、昼間野原で遊んでたのに夜今で急に泣き始めたっていう、その空間的なあり方とか時間軸の経過の仕方がきっかけになって妹のことを思い出すとか、いろいろなトリガーがあって誰か思い出しちゃうわけですよ。それは着てた浴衣が雨に濡れてたってことで思い出す何かもあるだろうし、その実体化が常に勝子とか信子のイメージと重なりながら、その奥に実は妹がいるんだというふうに、そういうことを書いてんじゃないかなと私は思いました。まあそういうことです。ということで、玉井さんの感想文をご紹介すると、まあ、さまざまな風景を通して感傷を抱くって構成になってますよね。でも何かがそこにあるっていうのは、その風景、平凡な風景から妹につながる何かを、まあ、思い出してきちゃうんでしょ、きっかけとして。取り留めもない風景でも、何か思い出すと。それは、たらい、洗濯物をたらいで吸いでた女性たちを見ても、信子と勝子を思い出して、そこの先に妹、死んだ妹のことを思い出してるのかもしれないですね。そこにまで繋がるきっかけになるっていうか。で、かかる日のかかるひと時っていうのは、その形式のことを言ってるわけですよ。この日のこの場所っていう形式があって、そのきっかけがあれば、それは一気に妹実体が、ファッと妹を思い出すっていうか、そういうものに繋がってきますよね。で、かかる日のかかるひと時っていうのは、そのきっかけのこと言ってんじゃないですか。妹が自分の心の中に強烈に生々しく思い出されるということですよ。それは勝子がギュッと抱いてほしいって言ったものもかかる日のかかるひと時かもしれないし、信子の浴衣が物干しで濡れてたのもかかる日のかかるあのひと時かもしれないですよね。で、何がのきっかけですよ。きっかけのことを形式って言ってるんですよ。まあ、感情のこと内容って私は考えてるんですけどね。そうすると、実体化するわけですよ。実体として、死者本人と関係なく強い生々しい臨場感で個人を一方的に思い出すと。それが、まあ自分に苦しみを与えるのか、なんだかわかんないですけども、悲しいものを書き立てるのがね、まあ悲しみを書き立てることが多いんでしょうけども、何かのきっかけで
まあ、ペットロスの人はなんかちょっとしたことでも泣き出すと思いますよ、ちょっとしたね。もしか、まあ、他人のワンちゃん見ただけで泣くかもしれないし、ね、なんかその、そこら辺の道端にそのペットにくれてた餌をやる器みたいなのが転がってただけで思い出すかもしれないしね。あの、坂口安吾の、なんだっけ、ファルスについてっていう、ファルスについてじゃないか。なんだっけ、まあ、ファルスについてっていう論文があるんですけども、まあ、ある表現にね、面白い話、よくわかんない話があると。それはなぜかっていうと、あるお侍さんがね、外にある鬼瓦が自分の嫁に似てるって言って泣き出したって話があるんですよ。人間のきっかけって何わかんない。鬼瓦を見て自分の嫁さんを思い出す場合もあって、それで泣くってことがあるってことは、それは脳とか狂言の世界にも書いてあること。で、何のきっかけから亡くなった人とか、その場にいない人を、臨場感ある形で実体化するかっていうのは、それぞれにトリガーがありますから、わかんないですよね。で、村上春樹の場合は、それを車のシフトチェンジっていう形で持ってきたっていうことですよ。だから、それはちょっとおしゃれだなと思いましたよ。ね。それは若い女性に運転させて、なんか自分の悲しみをケアしていくって話に持ってってるところは、うまいと思いましたけども、それはでも他の作品でもノルウェーの森とかでも散々書いてることだから、もういい、さすがに他のこと書いた方がいいんじゃねえのかなって、私は思っちゃいましたけども、まあ、よくよく考えてみれば、死者の死を事実として受け入れるってことと、死者のことを思い出してしまうってことはまた別の問題だってことをね、書いてしまった。で、その死者の実態化は常にアップデートできるってことですよ。不倫して自分の分かんない部分を人にだけ見せて死んだってなら、恨みつらみが悲しみと一緒になって苦しいでしょうけども、まあ、そうじゃない形でトリガーを見つけて思い出せば、そういうふうには出てこないわけじゃないですか。死者がね。ということです。で、このもう一つの干渉の可能性っていうのは、まあ、玉江さんが書いていただいた彼の干渉は妹の死以外にも存在するんではないかということですね。それで、それは何かっていうのはやっぱ彼自身の死でしょう。来たるべきね、おそらくね、結核に病んでて長生きしないってことは分かってんだから、彼自身が死ぬっていうことに関する干渉があるんでしょうね。それは妹を何を見てもきっかけとして妹を思い出すっていうことと、何か美しいものに触れてればその時間だけ自分の来たるべく死を忘れられるっていう逃避でしょうね。美しいもので自分の来たるべき受け理解しがたい死を、まあ、回避してんじゃないですか。その回避してることは、まあ妹の死はね、今空は悲しいほどに住んでたみたいな話になるでしょうけど、自分の死はね、遠い憧れとか何か設定しないと、腕牧場とか見ないと、自分の死を避けられないっていうこと、死を避けたいっていうことが一つと、妹を別のアップデートして実体化させたいっていう二つの営みを彼がやってるんじゃないかと、私は思いました。それが、その、高橋の干渉と風景の因果関係ですよ。妹への干渉と自分の死を避けたいっていう、上塗りしたいっていう、自然へののめり込み方っていうの、その二つがあるんじゃないかなと、私は思いました。ということです。まあ、与太郎さんも、まあ、同じこと書いていただいたと思うんですけども、まあ、その旅先に行って、確かに、旅先って自分の新しい実体化のきっかけを作ると思うんですよね。旅先に行って何か新しい形式を得るわけですよ。内容と感情の動きとね、時間とか空間、日常生活と、まあ、全く違うところに行けば全く違う箱が開くんでしょうけど、引き出しがね、自分の中の。まあ、そうは言っても日本に旅行してれば、まあ、既視感ってありますね。ここに来たことあるな。まあ、テレビで見たかもしれないと。テレビで見たときに、
自分がその時どういう状況だったかっていうことを踏まえて何かが実体化する、その頃の友達とか付き合ってた人とかね、職場の同僚とか思い出すかもしれないですよね。で、旅先に出て、旅に旅情を感じるってのはそういうことですよ。何がきっかけで、何かを実体化するっていうことがあるんだと思うんですよね。それが刺激になって感情が高揚するっていうのもあるし、まあ、あとは、まあ、旅先に出ると人間っていうのは、ほら、無力になりますからね。その無力さの孤独の中で、それを隠蔽するために何か市場を感じるとね、まあ、高橋の場合は自分の死っていう、目前に来てるであろう死っていうのから目をそらすってことですけども、我々にとっても孤独を感じりゃ、もう景色が余計感傷的に美しく見えるっていう効果があるんでしょう。というふうに、思いました。ちょっと難しい。なんかちょっと入り組んでて、あれだったんですけど。ということでした。まあ、ポイントとしては、いろいろな景色から妹を思い出すきっかけを得てるけども、まあ、それをそのまま書いてしまわないで、それを、信子への思いとか、勝子への思いにずらしてると。それによって、自分の悲しみを癒してるっていうのが一つ。これから死ぬであろう自分の、暗い運命を淡い憧れで、まあ、アクリル板を立ててるっていうか、ちょっと、回避してるっていう部分が、もう一つ。この二つが行われてるのが、この、城のある町にてっていう、小説なんじゃないのかなと、私は思いました。ほよさん、その、妹の死以外なら自分の結核じゃないかな、自身の死。まあ、そうだと思いますよ。私も自分の死に対しての思いが。まあ、受け入れられない、死ぬであろうって事実を受け入れられないって思いが一つあるんでしょう。まあ、自分の死は受け入れられないんですよね。自分の死って経験は、経験した途端、認識能力がなくなるんですからね。まあ、ただ、妹の死っていう事実と、妹が心の中に実体化していく何かのきっかけで思い出されるってことはまた別のことだってことですよ。物体の中に実体はなく、観測者は心の中で実体を感じるから実体があるってことなのかな。あ、そういうことですよ。でも何によって実体化するかっていうと、形式と内容がなきゃ実体化しないんですよ。それは世の中人面犬とか人面魚もいますよ。口裂け女もいるんですよ。ああいう怪談話、都市伝説って内容と形式を持ってますから、実体化するんですよ。本当にいるんじゃないかと思わせるってことですよね。コロナワクチンを打つと 5G につながるみたいなのも言われてた。そんな話誰が信じんだよって思うんですけども、それ実体化する人だから実体化しますよ。ワクチンが 5G をつながってしまって、操られるっていうのは、内容と形式があれば、その人の中リアルに臨場感を持って、そういう陰謀論が実体化するってことは、それはいくら理性を解いても、理性的に解いてもわかんないですよ。それは昨日夢に亡くなったお父さんが来てくれたとか、お母さん来てくれたとかね、亡くなった妻が来てくれたとかっていうのは、それは理屈で解いたって本人がそう思えば実体化してんだから否定はできないじゃないですか。その人が死んだって事実と別にあるわけですから。ね。で、5G に繋がっちゃってるって思えばもう、操られちゃってる人もいいんじゃないですか、もう。そういうことですね。玉井さんの感想文にある1、2も実体から来る感情なのかな。何かのきっかけで実体化したときに、起こってくる二つの感情が、あった。1、2、丸1、丸2。まあ、妹以外の不幸の存在と、風景を感じた彼の感傷。まあ、自分の結核のことなんでしょうね。まあ、結核にかかって熱が出てるっていうこと自体が創作意欲を沸かしてるってことで、ああいうハガキを書くわけじゃないですか。謎めいたね。
ただただ自分が死んで無に帰していくんだっていう深淵を覗いてたら何かを書こうって気にはならないでしょ。何かを書くっていうのはそれは目をそらしてるから書いてんじゃないですかね。と思いました。あ、もう2時間半もやってたんだ。じゃあそういうことでした。ちょっと説明して大体以上です。特に質問もないんで、大体説明できたかなと思います。じゃあ、あ、メルモさん、コインありがとうございます。プレイバックで。エバタさん、ありがとうございました。手品の話。まあ、パノラマを持っていたい。素敵な子供やパノラマの手品。何かエンターテインメントっていうのは、人を、まあ、まあ、憧れ、小さな憧れがないと人間って生きていけないですよね。まあ、それは思いますね。あんまりよくわかんねえ、テレビ番組とかインターネット見てると、心がすさみますからね、いいもん見た方がいいですよね、それはね。と思います。ありがとうございました。八王子ヒゲだるまさんもありがとうございます。引用するなら全部引用しなきゃいけない。これはおっしゃったとですね、全部がやっぱ同じテーマでちゃんと塗り込められてるっていうか、まあ、ただそれっぽい文章を書いてるだけじゃなくて、緻密に計算されて書いてあるんじゃないかなと私も思いました。読んでみて。ありがとうございました。その中にはね、さらに近代文学の流れっていうのがあるわけですよね。文学史上のね、その中で自分のスタイルを作ってますよね、梶本次郎は。なこと思いました。ありがとうございました。さくらさん、少し難しく感じました。重たい感じがしましたということですね。まあ、まあ、亡くなった悲しみは自分の体調が優れないってところから来てる文章を書いていただいてる通りだと思いますよ。ありがとうございました。トットさんもありがとうございました。身内の優しさに包まれてるっていうことを書いていました。まあ、この中でご自分のね、お父さんの後ろ姿がそっくりな人を見つけてたとき、今はもういないってことを強く実感させられたって似たような体験をしたっていうか、これが実体化ですよ。何かのきっかけのとき、亡くなった人を強烈に実体化するときあるわけですよ。後ろ姿が似てたとかね。それは人それぞれにあるんでしょうね。で、それはその人が亡くなったという事実とは別個にあるわけですよね。心の中に浮かんでくるってことは。そういうことだと思います。ありがとうございました。ほよさんもありがとうございました。彼の生きる力強さを感じたということですね。まあ、自分の病気とか、妹の死を乗り越えていこうっていう強い気力がないと書けない文章だなと思いますよね。まあ最後、とりわけ浴衣のシーンがね、雨に濡れてる浴衣がやっぱりちょっとエモいですね。エモいと思いました。ありがとうございました。まあだからその浴衣が信子の体、日韓的な体をだけなのかっていうと、まあそれもあるでしょうけども、まあもう一つね、やっぱ亡くなった妹の面影、浴衣に感じてたってところももちろんね、あるんだと思います。ありがとうございました。青野さんもありがとうございました。くるみのお話を書いていただきました。まあ、何のきっかけで何を思い出すかっていうのはそれぞれ違いますよね。まあ、くるみの音の鳴り方は人それぞれでしょうから。それぞれのそういう捉え方、イメージが、まあ、自分自身の輪郭の作り方っていうのはね、あるんじゃないかなと思います。輪郭っていうか、まあ、それぞれの内容と形式あって存在、人の中に存在してるってことですよね。まあ、文章もそうですよ。内容形式を持って人の中に存在する、読んでもらって、存在させようっていう、営みですからね。青野さんの文章が誰かのトリガーを引きまくってるっていう可能性はあると思いますよ。強くね。そういう文章だと。まあ、
人、まあ、読む人の深いところに刺さる文章なんじゃないかなと私は思いました。鋭角に刺さってくるところがあるみたいですかね。そんな思いがしました。ありがとうございました。玉江さんもありがとうございました。なんかね、空に座れし15の心、石川啄木みたいな 文章だと思うんですけど、梶本次郎、単なる青春文学だと思って読むと結構陰惨なものがあるなと思いましたね。空に座れし15の、お津方のお城の中に寝転びて、空に座れし15の心っていう啄木の短歌がありますけど、あんな話じゃないんです。青春文学じゃないです、これね。陰惨ななんか、実存文学だなと思うようになりました。ありがとうございました。与太郎さんもありがとうございました。初参加していただきまして。亡くなった妹と自分の来るべき死っていうのを重ね合わせて、まあ、僕の旅情を楽しんでると城のある街を歩いてるんでしょうね。これが、まあ、最初に読むと、私も読んだことないので、もう今読むと、これ、一行一行、ズギズギ心に刺さりますけども、まあ、それは私が年を重ねたからそう思うんであって、若い頃読むと、やっぱり、自分の生命力がね、読み飛ばしてしまうんでしょうね。で、年取ると、やっぱ生命力が弱っていくんでね、この生命力の弱った梶本次郎の文章が、どんどん染みてくるんじゃないですかね。そういう意味で、与太郎さんも 生命力が弱ってきて まあ、年取ってきたってことかもしれないですね。ということでした。じゃあ、ありがとうございました。来週は、ゴーゴリの花をやります。ちょっと最近朗読してないんですけど、作品。花は朗読してないのかな。まあ、朗読できたらしますけど、多分ちょっとできないかもしれないです。申し訳ないんですけど。まあ、誰か朗読してるかもしれないんで、そっち聞いていただければな、と思いました。じゃあ、今日は終わりにしたいと思います。皆さんご参加ありがとうございました。あ、日刊も生命力の象徴なのかもしれないですね。あ、そうですね。日刊的な、ありますね。ということでした。いやー、読書って本当に素晴らしいですね。さよなら、さよなら、さよなら、おやすみなさい。失礼します。